お盆じゃん。そうですね、お盆ですね。お盆じゃん。お盆ですよ。もうタップダンスが大得意っていう感じじゃん。お盆のお盆じゃないってつもりなんだよ、基本的にはね。何のこと言ってんの、うん、俺おかしいと思うのはさ、うん、まあ大体今全国的にお盆休みだったりしてさ、うん、お父さんとかお母さんとか会社休みだったりするわけじゃないですか。そうです。これでなんで遊園地が混むわけ。それはおかしいね。日本人はね、うん、本当のことは分かってないよ。分かってない。なんだ今の、分かんない自分で説明が。なんでお互い自分で言って自分で突っ込んでるんだろう。二人せっかくいるのにな、この番組な。俺がすごく思うのは、お盆っていうのはなんでお休みかっていうと、お盆の間にお墓参りに行ったりとか、うん、それから那須に割り箸ぶっ刺したりとか、うん、門の前のところで割り箸をボーボー燃やしたりとか。でもお盆にお墓参り行くっていうのもだからお盆の例えばさ、うん、最初の日にね、13日の日、入りの日にさ、うん、お墓参り行くんならあかんだよ、うん、時々さ15日とかに14日とかさ、うん、迎えに行っちゃった後にさ、うん、お墓参り行く人いるじゃん、うん、あれって変だよ。だってお墓の中誰もいないんだからさ。あ、そうか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 、うん、空っぽのお墓に対して。そう、だって佐々木さん家に誰もいないのにお醤油を届けに行ってしまうようなもんだから。わかりやすいね、うん、どこが。でも俺すごい思うんだよ。だってお墓参りに行くべき日なわけですよ。ご先祖供養の日だし、うん、そうですよ。先祖を迎えに行くためのお盆じゃないですか、うん、にもかかわらず東京ディズニーランドに行くっていうことは、うん、お前のじいちゃんは東京ディズニーランドで死んだのかっていうことになるじゃないか。そう、だからもうそしたらその後のおじいちゃんもうネズミとかアヒルとかだよね。ネズミとかアヒルとかだよね、うん、ミッチーマウスだね。もしくはパップキャンオリだよね。絶対ね。俺はね大反対だね。反対の理由の一つとして俺たち休みないからっていうのが一番。いや僕は休みあるんですけどね。ディズニーランド一回しか行ったことないですよ僕。君好きそうじゃないですか。好きなんですけど、うん、なんかなかなか行く機会がなくて。ディズニーランドだって花屋敷行ってしまうんですよね。なんでなんだよな。近いからだと思うんだけど。すっごい混んでるみたいな。またな、混んでるよ。すごいよ。ものすごい量だよな、うん、アトラクション2時間待ち。だってね、ビッグサンダーマウンテンズを乗ったんですよ行った時に、うんうん、もう5年ぐらい前の話ですよ、うんうんうん、さあその時に2時間半並びましたよ乗るために。なあ2時間半並んで2分で終わっちゃうんだもん。なあ随分ですよ。2時間半並んだらそれとも2時間半乗りてえよな。そんなに乗せられても困っちゃうんだけどね。タクシーね、うん、はい、それじゃ行きましょう。スーパーファミコンアワー伊集院光の夏休みの王様。改めましてこんにちは、伊集院光です。ゆたおです。思うんだけどさ、ええ、本当にね俺はねお盆休みがないもんですからね、うん、本来俺もあれば遊園地行くんだけどね、うん、ジジイの墓なんかどうでもいいんだけどもね。あんな死骸の埋まってるところに。そういう言い方良くないな。あんな死体の埋まっていて上に出てこないように石が乗っけてあるようなところには。封印してあるところに。封印してあるところには匂いのする草を焚いてるようなところには全然問題はないんだけれども、うん、でもなんか遊園地に行ってさ、何今やってんのよく知んないけど、ジューレンジャーに会いに行こうとか、ジジイの霊に会いに行けっつんだよな。ジューレンジャーはお前を産んでねえんだから。いや一緒に行ってんじゃないかな、ジジイの霊も。あ、ジジイの霊も、うん、ただジジイの霊がジューレンジャー見たいかどうか別にしてね。別にしてね、うん、もうね大変な騒ぎの中ですね。あと田舎にちゃんと帰ってる人とかも結構いるんですかね。人はいるでしょう。今すごいのカブトムシ。何カブトムシを取る仕事の人。この間テレビやったけど、カブトムシ取る仕事の人が、うん、いてさ、うん、俺らが行く田舎の方とかにカブトムシ氏だね。カブトムシ氏ハンター、うん、カブトムシハンターが、うん、いて、でああいうのが俺ら田舎にいたらカブトムシ取りに行ったりするのすごい楽しみだったりするじゃんか、うん、ああいうのもう山で俺らのテリトリーだからって入れなかったりするらしい。はあ、松茸と同じようになっちゃったね。なっちゃってね、カブトムシがなっこばばっちゃって。でもそうするとセミは随分いるよね。なあバカみたいになってる。さっき横断歩道渡したセミ。セミがは？しかも歩いて渡ってたよセミが、うん、ビーッ今歩いた。セミってなんで取るとブブブブブブブってブザーなんのかな、あれな。バカみたいな。さっきまでさきちんとさウィーンウィーンウィーンって取ったんだよ。ブブ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 。お前は痴漢防止かっていうぐらいになるよな。あれだから今カブトムシだかセミやすじゃんすごく。
セミがもしかしたら今度高騰するかもしんねえよな。だってカブトムシなんてありがたくねえもんな、セミに比べりゃ。だってカブトムシゲーねえし、別段、うん、黒くてピカピカしてるぐらいじゃんか、うん、あとなんかマッチ箱とか引っ張るけどね。やらしたないのな、うん、思うんだけど、カブトムシなんか1年間に1匹ずつ必ず取れるわけやんか。なんていうの、生まれて卵からかえってカブトムシになるまで1年間じゃ、うん、セミとか8年とか10年とかかかるんだよな。だからバカだってのセミだから土の中に8年もいて飢えててきて1週間で死んじゃうじゃん。そりゃストレス溜まるもんな、土の中にいっぱいいたらな。あれ絶対胃が悪いんだよ。俺子供の頃すげえ怖いこと考えたことあるんだけど、やめようその話、やめよう、気持ち悪いから。あのね、カブトムシってはさ、俺何で刺してくんねえんだよ。カブトムシってさ、あのカブトムシの幼虫飼ってたんだよ。植木鉢、植木鉢の中にね、ちょっとマジで聞いて聞いて、植木鉢の中でそのカブトムシの幼虫入れてたんだよね。だから植木鉢って俺下に穴開いてんじゃん。だから出てかないようにと思って蓋しといたの。ほんで上に布かけて輪ゴムで止めといたんね。次の日になったらいないんだよ。でうちの中に置いといたんだよ、いないんだよ、どこにも。どっか行っちゃったの。どこだと思う？長野。いや、なんで長野に？長野で、うん、なんか急にいなくなっちゃった。だって石井、それは何、落ちとかじゃなくてないの？いないの、いないの、いなくなっちゃった。どこにも3日なかったの？3日なかったの。お前のお袋が食ったんじゃないの？お前のお袋そういう長寿じゃん。またこれちょっとまずいってうち聞いてるから。聞いてんだ。で、この間言ってたよ。何？あんたね、冗談じゃない伊集院は自分の親のことよく言うくせにね、うん、私の悪口ばっかり言ってるとうちの親は文句したもん。だってお前のあれだよ、あのお袋はだって怪獣アトラクション見てたら絶対怪獣だと思われるっていうそういうお袋だもん。でも割とボスに近い怪獣だけどね。ボスキャラっていう感じだもんな。スターウォーズで言えばジャバザハットっていう感じのお母さんだもんな。怖い話させてくれよ。じゃあいいや、やっていいよ。セミって10年ぐらい中にいるわけやん、土の中にいるわけやんか。そうするとさ、その昔はそこが3人だったところもアスファルトで舗装されたりするわけじゃんか。そうするとこうずっと代々セミが1年ごとにアスファルトの裏側、うわやばコンコンコン出れねえってなってるわけじゃん。でいて道路を区画整理しようと思ってもう一回アスファルト剥がしたりすると裏にびっしりセミいるのかな。気持ち悪い。はいはい、そういうことです。でもどっかでさ、あの一箇所しかさ、ほら木の入ってるとこがなくてさ、うん、池袋どっかじゃないの、その一本の木のとこにね、もうセミがもうすごい、それはもう8万匹ぐらいのセミが、あ舗装したところの下にいたやつが全部その穴からボワーって、ここしかないだろう、順番待ちだ、そう帰省ラッシュだ、大変だよ。ここで1週間に次々と死んでいくわけだからね。気持ち悪い。もうやめよう、もうセミの話は。セミ嫌いもん。虫嫌い、セミバーカ。さあ、それじゃあ今日の内容を紹介していきたいと思いますけども、恒例不機嫌ようはですね、バカルディの2人をですねゲストに迎えてトークします、ね。どっちかというと大竹さんとかいつも不機嫌そうな顔じゃないですか。そうですね、あんまり機嫌のいい顔見たことないないですから。大竹くんはね、ブスが好きなんだって。え、大竹くんブス好きなんだって。俺も噂は聞いたわ、うん、なんか合コンとか行くと、いっぱい、何あまた女性がいる中で間違いなくブスゲットしてくれる。それはっていう、なんか、うん、マリオではピーチ姫をさらうやつみたいなやつをすごいよ、急にゲットするらしいんだよね、うん、おいでいていい女だねって言うらしいんだよね、うん、なんかすごいらしいよね。多いよな、はい。それからですね、マインドコントロールみんなの思い出、マガジンを使ったハガキコーナーね。これはあのね、ハガキで何もあげないの悪いなって言ったらね、ええ、セントギガ特製のステッカーをプレゼントするけど、シールだね、シール、うん、シールをね、プレゼントする。シールじゃないよね、うん、シールなんかタッパーウェアに忍ばせられても困っちゃうからね。セントギガ特製のらしかもな、うん、銃をな、うんうん、ね、出されても困るんで、ステッカーなんです。ステッカーは他のところでもあげてるんで、プレミアムをつけるために全部、これら何か書きます。書きましょう、面白い言葉を、ね、デカおっぱいとか書きますんで、はい、楽しみに待っててください、ね。あとゆたおの部屋は今週からですね、罰として時間短縮です。ちょっと待ってください。え、なんで罰ですか。今日野球伸びてんだもん。あ、そっか、じゃあしょうがないや。野球にはかなわないからね。吉田対佐々木が、うん、延長23回までいっちゃったから、すごい戦いだな。2対6、うん、地味な試合じゃん、うん。それからですね、最新ヒット曲を軽快なトークで綴る AK ライブヒットギャングは5時20分から始まりますね。ね、でね、この各コーナーで使うマガジンは全部壁新聞社で受信できますので、うん、何はともあれ壁新聞社にお集まりくださいませ。よし、テンポが悪いときはどなっちゃえ。今週の1曲目だ。一番だね、それが。コーバンズで無敵のヴィーナス。
うどんの歌を聞いてもらいましたけれどもはい、それも今突っ込んだつもりがマイクのスイッチが入ってないっていうものすごくね失敗素人みたいなかっこ悪いですねまああのかっこ悪いトークはね、はいそれぐらいにしといて、うん、俺はねセミについてかねてからすごく思ってることがあってセミ投稿をやめるかと思いきやまだセミ引っ張りました最後もうまとめ代わりにセミバーカまで言ったのにもかかわらずセミってさ、うん、ちょっとあいつまずいっていうかおかしいよなそれおかしいで見た目がいや俺ら の, あの考え方からすると13年も地面の下にいるんじゃないですか、うん、ほいで出てきてわざわざ形派手になって、うん、ほいでもって1週間で死ぬわけじゃないですか、うんうん、だったら13年と1週間あの形で地面の中にいればいいじゃないですか、うん、まあね確かにそれはそうですねやろう無理があるもんどう考えても、うん、なでいて何なんだろうな13年間あんな地面の中で地味に落ち着いて生きてたやつがさ、うん、いきなり死ぬ1週間前に出てきてさみたいなもんじゃないですかいやじゃああれ違うんですちゃんと求愛でやるんでしょじゃあだったら13年間独身で全然何の問題もなくてそう人生の 95% を独身で木の根っこから銃を吸って、うん、それで良かったやつが、うん、死ぬ間際の1週間でやりてーいややらせない女ーってだけどあれだけセミが鳴いてるってことはよっぽどモテないセミが多いってことですよねなあともしくはよっぽど、あの地下でエロ話にあの話花が咲いちゃってだからセミなんかもう鼻血垂らしながらも鳴いてるわけですよ鼻血があるかどうか別としておっぱーいと鳴いてるわけですよセミセミそう思うとセミなんてすごいまずいよなまずいですよね生き物おいでいて挙句の果てはさなんか急に死ぬじゃんあいつらそうセミ死ぬ瞬間見たことある瞬間見たことない俺あるって本当にお尻つくつく、お尻つくつく、いいよな、いいよな、いいよな、むって静かにむって言いました、むってこの本当に、あれでさ、ついついすごいと思うのはさ生きてるセミあんじゃん、うん、生きてるセミ取って俺らビリ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 って言うじゃんか、うん、あのブザーが鳴ってる時の重さと死んでるセミを街で拾った時の重さって死んでるセミ軽すぎるよなだってちょっと押したらクシャっていっちゃいそうじゃんなんかな、すごいミルフィーユみたいぐらいのそうあーなってるよなんかちょっとしたスナック感覚になってるもんな ウェファースみたいなウェファースだよな、うん、感じとして、うん、俺あれで思ったのが俺らなちょっと、うん、ちょっと想像これ真面目に想像してくれ、はい、考えてみるといろんな昆虫っていうのはもちろん違う種類もあると昆虫学者に言われればしょうがないけど、はいはい、カブトムシとかでも、うん、土の中でまあ何ヶ月と半年ぐらいででいてサナギっていう時期がすごい短くて、うん、でその後成虫でフィーバーする時期があるわけじゃないですか、うん、セミは幼虫成虫だと俺たち思ってるでしょそうですねだからあの鳴いてる時っていうのはサナギなんじゃねえのかえだから、うん、だからちょっとよあのこれ落ち着いて考えて、うん、落ち着いて別にねぶっ飛んだギャグとかじゃないんだよ、はいはいはい、セミが十何年間地下にいるだろあの時期は幼虫ね、うん、幼虫卵から言って幼虫13年間幼虫ね、うん、っていうことは13年間幼虫に対して何かサナギがちょこっとだけあって成虫も10年ぐらいなきゃおかしいわけですよカブトムシで言えば、うん、ねカブトムシ幼虫6ヶ月でいてサナギが1週間ほいでいて今度成虫になって6ヶ月とか生きるわけだから、うん、なんていうことは俺らはセミのサナギを見たことがないじゃん、うん俺らが成虫だと思い込んでるだけであれはサナギなるほどじゃあその軽くなったのが抜け殻ってこと抜け殻抜け殻あこれで俺たちの知らないところでセミの成虫は生きてんねん13年ぐらいセミは実は酒屋の親父とかだったらもう今まで配達してたのに俺らよく見るから気がつかなかっただけでそう、うん、あいつら昆虫なんだそううわよく見た足が6本あるとかねすごいな、うん
だからそうやって考えるとね、セミの成虫とかどっかでひっそり噛んで暮らしてると怖いね。あ、そうかもしんないね。でも UFO とかセミの成虫なんじゃないか、もしかしたら。ああ、それも光ってね。成虫になると光るの、あいつら。オレンジ色、テキサスの山の向こうからオレンジ色の光とともに飛んでくる。ただまあ、よく神尾公園で生まれたやつがテキサスに行くわなっていうことはあるけどな。まあね、みんなテキサス集まるんだ。それはすごいよ。それはあのセミの聖地だから、うん、テキサスは。セミが集まるところなんだ。そうそうそう。ゾウの墓場みたいに、最終的にセミがそこに集まるところなんだ。もうセミの最終段階ってことで、セミファイナル、なんちゃってね。ごめん、そんな目で見られると思わない。今週もこんなパーソナリティに相談をしたいというプレイヤーの方が皆さんいらっしゃるとするならば、本日もあの、はい、この人があの悩みに答えてくれます、うん、そこで、本日またファックスを募集いたしますので、どんどんファックスを送ってください。お待ちしております、はい、ファックス番号は東京03-3423-3377、はい、東京03-3423-3377です、うん。あのね、それで今すごいびっくりしたのがね、はい、俺が今セミファイナルって言ってふっとこのね、あのディレクターのいる方を見たらね、サテラビューの偉い人がなんか4人ぐらいずらっと並んでてね、サテラビューってはどんなもんなんだろうって今日多分見学に来てるんだと思うんだけどね。いらっしゃいませ。その人が初めて聞いたパーソナリティのギャグがセミファイナルだもん。そりゃ首も切ろうと思うわな。いやいや、うまいなと思ってた。そうかな。だったらいいけどな。ほいじゃあここで一曲聴いてください。ファットマンブラザーズアルバムの中からファットユー。ファミコンアワー、伊集院光の夏休みの王様。デカパイにも程があるだろ。月曜噂のダンス工場マインドコントロール。このコーナーはですね、曲に合わせたオリジナルの振り付けをみんなで考えてですね、あのネオダンスムーブメントを作り上げていこうという、そういったコーナーでございますね。盆踊り間に合わなかったな。間に合わなかったです。なあ、これはもうだからあれだな、デスコでな。デスコで。デスコで。デスコでフィーバーだね。そう、大フィーバー、ジョン・トラボルタバリに、うん、サタデーナイトに。そうです。新しい踊りを作っていこうというコーナーですけども、はい、先週まで決まってる振り付けをですね、今日初めて見る人なんか見てもらいたいと思うんですけども、プレイヤーの皆さん、はい、メニュー画面の一番上の一番目を選んでください。一番上の一番目と当たり目だ。はい、T シャツ破いて大目玉、これなんかもう基本の踊りですからね、これ簡単です。これ簡単ですね、はい、そして用意するものは T シャツとお母さん、はい、おなら3発、僕吉田。これはおならと吉田を用意していただければね。そうですね、もうリーズナブルな価格でお求めになれますね、そして安売りするんでしょそのうち、ディスカウントショップで、好きなあの子と手をつなぎ一本背負いで背骨折り、ね、いい踊りですね。あ、なにこれ、背骨折られんのは自分の方なんですか。そうでしょ、この絵そうですよね。あ、これあの多分イラストレーターの判断はそうなんですから、そうしましょうね。え、あ、そうだったんですか。僕は彼女の背骨を折るつもりだったんですけどもね。僕もそうだと思ってたんですけど。あ、いや、やっぱり彼女に折られる方がいいわけですね。折られる方、まあいいですね。いいですね、彼女は紅色で分かりやすいです。で、特にあの背骨折られた時のボキッっていう音が最後の一拍に合ってるとね。そうですね、あのいいですね、すごくマイケル・ジャクソンばりのかっこよさがありますね、うん、かっこいいですね、さらに、はい、次のページが、はい、これが難しい。これはちょっと難しいですよ。これはもう上級者、上級者用、もう風見慎吾しか踊れない。そうですね、右手を上げてぐるぐる回し、耳だけ残してはい溶けた。これ僕もできますけどね。やってましたもんね、先週やりましたから。ドロドロになってましたもんね、
ね、排水溝に流れていきましたもんね。ね、ね、それでですね、この続きはどういう踊りになるかということでですね、はがきを紹介していきたいと思います。それではですね、まず普通にあの読むだけのやつ、読むだけのやつ、いきましょう。ですね、1人目、山形県、ラジオネーム、ラリー。すごいよ。んこれがマインドコントロール係って書いてなかったら、うん、マインドコントロールだと思わないもん。あ、そうですか。完全試合でエビス顔って書いてある。それだけしかも。それだけそれだけ。おどう踊んねん完全試合で。なんかいろんな書いてあって消した跡があるけどね。あるもんね。いろいろ迷った挙句に、うん、完全試合でエビス顔だから。わかりやすいな。わかりやすいですね。あとで続いて奈良県のペンネームおしゃれ泥棒。僕の考えた詩です。死じゃねえじゃねえかこのコーナーはよ。振り付けだっつって振り付けだっつってんじゃねえこの野郎。その上最近ブルーなんでこんなのしか浮かびませんなんか書いてあって君からもらったネックレス夕焼け空に放り投げ僕は心に思うのさ所詮この世は闇の中勘違いしてんじゃこいつ踊れないなこれは踊れねえじゃねえか君からもらったネックレスって何黄昏れてんだよお前踊りの途中に、ね、なんかあったんだろうけども強く生きてもらいたいです ね、 あね。じゃあそんな中でですねあのちゃんとこういうんですよ踊りっていうのはっていうのいきましょうか。そうノリを示していただき、いきましょう、東京都ペンネームハサミ。それじゃあミュージックつけていきましょう。ミュージックスタート。3,4,5,6,7 ユタオをここでコブラツイストギブアップしてもやめません。それやだな楽しそうに。やだなそれ。うわもうキャンプに行く前のような嬉しそうな顔でもう今晩眠れないよ。いやいやこれはいい踊りですよ。いやいやだからそれなんで僕なんですかそれは。んなんで僕なんですか。なんで僕がコブラツイストなん。いやこの振付師の人がそうしてほしいっていう。いやなんか恨み買ってんのかな。あでも大丈夫だユタ。あごめんごめん、あのちゃんとユタオのこと考えてるもん。あ考えてる。かっこキャメルクラッチでもかって書いてある。いやだな、うん、そのキャメルクラッチって僕プロレス詳しくないからどんな技だかわからないから怖いもの。踊ってみようか。いやだコブラツイストできないけれども俺今踊れって言われればすごく、うん、でもねもしかしたらね、うん、あってなるよ。それやだな。息息息息息って言うと思うよ。息息息息息って言うと思うよ多分あのキャメルクラッチは、チョークスリーパーでもいいですよね。あそれは知ってるよ。首絞めるやつでしょ。そう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 、うん、ギューと。そんなん絶対ダメじゃん、ね、これすごいのはこれちょっと注目すべき点は、はい、ユタをここでコーラツイストですから、はい、全国の会場に君が行って全員にかけられるわけですよ。回らなきゃいけない。回らなきゃいけないわけですよ、ね、ギブアップで。しかもギブアップ何してもやめないよ。やめないんでしょ、うんうん、全国の人がギブアップしてもやめないんでしょ。やめてくんないの。こんなんもう国外逃亡しか残ってないじゃないですか僕には。え、この踊りの季節には必ずどっか逃げてんの。そうしかないでしょ。でも行く先々で流行っちゃってたらどうする。え行く先々でみんながコブラポリネシアの方とかでも流行ってる流行ってる当たり前じゃん。ユタをここでカプルテッドとか言ってんの。お前の中でポリネシアなまりなんだ。そう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 、ね、大問題だよ。わかる。ほいじゃあ続いて、行きましょう。また音楽はスタート。静岡県ペンネーム冠鷲。勝訴を勝ち取りもらいなき。短い。短いですね。これどうやって踊る？勝訴を勝ち取りもらいなき。勝訴といえばあの紙、あの裁判所から出てきて、うん、パッとこう出す紙でしょ。初日。いや違う違う、勝訴勝訴勝訴、うん、勝つ訴えるっていう、うんうんうん、ああいうのさ、あの思うんだけどさ、あのバカとかがああいうさ裁判とかをさ代表で傍聴してると笑うよな。どういうこと。なんかこうやって書いてきた。よくわからないって書いてある。なんか判決の文章とかってさ、すごい。何あれ、こうやって持って出てくる人、裁判を見てた人なの。あれ見てた人だよな。あれ傍聴してた人とか、もしくはあの大体があのその時被告人になっちゃってた人たちっていうのはさ、うん、すぐに出てこれないじゃんか、うん、だから大体その身内の弁護団の人とかの。そうだよね。それで弁護士として立ってる人は限られてるから、うん、弁護団の中の人でやっぱり傍聴人席にいるやつがこうやって。だから弁護士さんのお弟子さんとかそういう人が来るわけでしょ。おあれって弟子制度だな弁護士っていうのは。え助手さん。あそう助手さんとかが来てこうやってパッと広げて、うん、カマキリとか。カマキリいたのかもしれないけれども、ね、それは教えてくれなくてもいいんだけど、ね、見てる人はさもう何十年間もさ裁判に貸し上げて戦ってる人がさどうなったんだろう。バーッと出てくるとダムって書いてある。子供の書き初めじゃねえんだからダムじゃねえだろ。いや書き初めだってダムとは書かねえだろ。いやいやいるあるじゃん。え子供の頃の習字の本ってさそんなんばっかやん、うん、だってうちの近くの富士銀行あんじゃんか。富士銀行の熊の前の、たまにあの赤戸小学校の小学校の頃書いた習字を張り出してあるんでいっぱい張り出したんだけど、一回俺キャッシュサービスで金下ろそうと思ったら周りにダム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 。新聞でさ日曜日にさ家庭版とかいうの入ってくるじゃん。あれであの小学生の習字とか載ってんだけど、春夏秋冬とかね、あの小竹梅とか初日の出とか書いたんだと分かんだけどさ、それではって書いてあるの。俺すごいのだけどカタカナでサポって書いてあるなんて意味が分かんねえ。
ゃねえか。多分だからあれはその字の難しいだから払いとかが全部入ってるやつをやるんだろうけど、とりあえず文章にはしてくれって言うんだよな、サポサポ。ちょっと話ずれちゃいましたね。ずれちゃいました、これは基本的に最初の4泊ぐらいで、ね、あの4泊ぐらいでこうターッと走ってきて、ショートバッて見せて、で周りにいる人全員でよかったねって万歳して泣くという、ね、そういう振り付けでしょうね。僕思うんですけども、はい、最初の2枚目に読んだ、君からもらったネックレスってのが踊れねえだろって突っ込んだ割には、これももともと踊れないような気がするんですが、いいです、それはいいです。これネックレス高いから、ね、高いしね、うん、ディスカウントで買っても高いもんね。もう一枚いきましょう。はい、行きましょう。ペンネーム掃除です、ミュージックスタート。3、4、5、6、7、8、かわいいかわいいかわいい。そうでもない。すいません、それはなんだよくわかりませんけども、何なんですか、何が可愛いんですか。さあ、子犬。あ、子犬。子犬。めでる生き物だったら何でもいいんだ。だからこれはあのいわゆる相手が基本的にいなくても踊りの振り付けの指定ですから、例えば何かを見ててそのなんだ頭の中で想像してそういう顔をしてくればいいです。じゃ例えばあのお母さん、さっき出てきた T シャツ破いてお目玉の時のお母さんみたいにいなくてもいいわけです。いなくていいです。はいはいはい。だから一応可愛い可愛い可愛いそうでもないは自分の頭の中で踊る時にこれはもう表情の踊りですから、はいはいはい、すごく細かい仕草で逆にこういう踊るのは難しいですから、頭の中で子犬を見つけた、わ可愛い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 ね。そうでもない。うん、そうで。ちょっと犬の匂いを嗅いでみたらすごく臭かったりとか、うん、触ってみたらそれはそれは犬臭くてそれはそれはね、犬臭が漂ってて、うん、でしかも慣れたらじっとりしてて、うん、そうね、なんかあの後ろ足になんか茶色いものがくっついてたりとか、そう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 、ね、それからあとなんかあの毛根のところで動くものがいたりとか、嫌だね、嫌だね、そういうね、うん、あと耳が腐っていたりとかそういうのすごく嫌だからよくだそういうの想像して子犬だと思ったら虫だったとかね、虫だったとかね、うん、そういうの、ね、ジャンボな虫だったりとかそういうのを思い浮かべてもらうと、うん、表情はよく出ますね、うん、ただこれはマガジンに入れるイラストレーターの人はかわいそうですね。でも頑張ってもらいましょう、うんうん、やってくれるでしょう、ね、絵が得意なんですからね、じゃあ一応今日基本的に音楽鳴らした3つ、はい、正式な踊りに認定しましょう。はい、そうですね、かわいいかわいいかわいいそうでもないでしょ、それから勝訴を勝ち取りもらい泣きでしょ、あとユタをここでコブラツイストギブアップしてもやめないような、それは本当は嫌なんですけどしょうがないですね、もう全部ムーブメントが起こればですね、まあなたが決めたことですから、ユタ王の体がガクガク言っちゃ う従いましょう、ね、でまだまだこの振り付け募集すいますね、募集すいます募集すいますので募集すいます。宛先は郵便番号150、東京都渋谷区神宮前 2-4-12、 千都木が伊集院光の夏休みの王様マインドコントロールの係までです。はい、ハガキをポストに入れてくれればですね、あの郵便屋さんが、自転車に乗っておっぱいを揺らしながらここまで持ってきてくれますから女なんだ女なんです、うん、採用された方には今週からですね、千都木が特製のステッカー、ね、あの後ろの黄色い捨てちゃうホールドに僕らのサインとか、あのそれから明日へ生きようと思うような訓示を垂れて、そうですね、送ります。で、はい、僕らがこれを、ポストに入れるとまたおっぱいを揺らしながら郵便屋さんが持ってくれますから、我々がポストに出しに行くときにおっぱいが揺れますからね、当たりはゆさゆさしちゃいますから、乳首擦れて痛いですし、それではここで一曲、電気グルーヴで電気ピリピリ。
スーパーファミコンアワー、一丁目光の夏休みの王様ハニーバンダムおむさぼれ。ふきげんよう、ゆいさん。うわ、また呼んでるよさて、お昼の微笑ましい番組ごきげんようもですね、ちょっと見方を変えるだけでこんな嫌なコーナーになるという見本のような本能ですけれども、まあ、大体ゲストの方はですね、ここに出るぐらいだったらばうんこ我慢したまま120キロの渋滞に巻き込まれた方がいいというほどの爽やかなコーナーです。プレイヤーの皆さんはですね、上から2番目のメニュー、今日の期限は、バカルディを合わせてもらうと今日のゲスト紹介がですね、出ます。今日のゲストバカルディのお二人でーす。どうもこんにちは。すごい嬉しいじゃないですか。こんな音楽で出れて。いやこれでもあの大竹さん自体は、ね、いつも不機嫌な顔じゃないですか。いや、うん、笑ってますよほら。いやこれだって普通マスコミの人にプロモーション用に配る、うん、写真なのに、うん、不機嫌な顔じゃないですか。でもね、この我慢した顔、この宣伝写真は古いね。いつぐらいのもの？これ3年ぐらい前だった。そうだね、うん、あんま変わってないけど、ね、毎回これなんだよな、毎年撮ってんのに。いつも一応こうやってね、紹介はね、画面に入れて見てもらってるんですよ。はいはい。昭和42年生まれ、はい、東京出身。うわ、懐かしいな、大石恵三レギュラー出演夢の番組出てる。夢の番組です。未だにこれを軸に売っておりますけど、ね、売っております。で、大竹君、メガネ、メガネ42年生まれ東京出身、一応職業山田電機。職業山田電機、山田電機になってますね。なるほどね。で、今日はいろいろトークをしてもらうと。俺ね、これラジオ、これラジオみたいでしょ。ラジオ、うん、全然知らなくて、うん、テレビかと思ってた。だってすごいよ、本田瑞穂、うん、スタイリスト連れてきちゃってすんねえだろって。分かんない、分かんない。いいのスタイリストなんてしちゃって、いや、いいんじゃねえかなんて、よく分かんない、遊びに来た感じでなんて言われて、マネージャーも分かんないから、ね、したらテレビってじゃなかったのね。そうそうそう、うん、なんかね、微妙なところにあるこの手の一緒に何かを見ましょうっていうことは通信でこのファミコンで受け取れるんですよ。だからあのトーク自体は普通、まあ、ラジオ形式でトークをすることでね、なるほどね。じゃあですね、一気に何か楽になってしまう、楽になりましたか気持ち的に。なんかテレビっていろんなこと考えなきゃいけないですもんね。そう、山田邦子さんが睨んでる時にどうしようとか、トカちゃんが話の間をこかした時にどうしようとか、ね、そうそう、疲れでぐったりしちゃう。意外にスタジオ来てみればマサさんだけが頼りなんだなっていう感じがありますからね。じゃあですね、今日はですね、サイコロの目がですね、家族を売り渡せ、漏らし体験、誰も信じてくれない話、初めて泥棒した話、嘘をついてる話、まずい友達ということで。なるほど、ぴったりですね。ね、じゃあ早速、サイコロスタートの掛け声とともにテープルーレットが回りますので、はい、じゃあその掛け声をどうぞ。サイコロスタートという掛け声を。サイコロスタート。それだ、これ。ああ、これですよ。かかってますね。かかってます、かかってます。サイコロの目は、家族を売り渡せ。略してうちの親父すっごいよマジで、ね、略してね、略してね、余計長くなってるこれあります。一応家族ネタ、家族、今まで、ね、家族ネタはね、大竹くんこれマジですからこの家族は悲惨、やばい、さ、うん、俺んちね、親父がいないんですよ、まず。あ、本当に、うん、これ多分昼のご機嫌用ならもうここで弾いてる、そう弾いてるでしょ、うん、もうテロレロンテロレロンってもう鳴ってますよ大体。ケーキ持たなきゃならなくなってるでしょ、かわいそうとか言われてるでしょ。まずは家族いない、親父がいない、親父がね、いないんですよ。なぜ、あのね、どっか行っちゃってねたまに訪れるらしいんだけど、でそれは正式な手数を整え、もう整えてる、整えてどっか行ってんのね。どっか、最初は整えてなくていなくてで途中でちゃんとしていなくなったっていう、うん、自己承諾だ。ちょっと大竹のとこになんか来るんですよ、変なヤバい人来る。もう昔はしょっちゅう来たのね、探しに。いらっしゃるんだ。いらっしゃる、お父さんいないなんて。で僕は知らないよなんて、うん、で俺の名義で車買われちゃったんだからお前俺買ってスカイライン買いましたよねなんて言われちゃって、でそれいつの間にか売られてるんだよ。見たこともねえ車をそう一度も、そう、一度も。ローンだけが残ってる、俺の手元ローンだけ残っちゃって親父ちょっとアバンギャルドな人なんだ。親父すごいね、多分だから俺でカバン屋での兄弟が各地にいると思う。カバン屋っていうのは基本的にカバンを売ってる人じゃないよね、そのカバン屋。そうそう、カバン屋、カバン、ハンドバッグ職人だ一応。それは普通のカバン屋なんだ。そうそうそう、裏身で売ってる人もカバン屋って言うんだよ。
カバンに入れて持ってくるの。そうそうそう、裏ビデオを全部買って持ち歩いて、裏取引してる人もカバン屋って言うから、今それかもしんないあ、両方のカバン屋かね、両方のカバン屋やってる、裏と表のカバン屋を両方やってらっしゃるかもしれないっていう。だから見かけた人はね、あのハガキの一枚で、ね、どうわかる、分かりにくい、どうわかる、歯並びが非常に似てますから大竹似てるね、顔も、顔が、うん、あ、そう、会ったことあるの、会ったことは、うん、あるある、うん、すっごいあって、貴重じゃん、そう、めったいないよな、俺もあんま見かけたことないから、うん、どれぐらいローテーションで帰ってくるの。ローテーション年にね1回ぐらい、なんか誰かの死んだ時とか、うん、そういう葬式とかにちょっとだけ顔出すし、じゃあまさにあのお盆に帰ってくる幽霊と同じぐらいのペースで、ね、年に1回ぐらい、俺大竹と高校時代ずーっとだから大竹ん家行ったりとかして、うんうん、友達で、うん、で1回しか見たことないんだ、しかも夜中、うん、な、そう、じゃあビッグバンっていう感じなんだその時がもうすごいタイミングでピカーっていう今光ったんじゃねえの、少し泣いたりしたもんなあえてよかったな、親父の5体目のシーン俺が見ちゃったな、で帰ってきてすぐいなくなっちゃった。何歳ぐらいの時に親父は一番最初その手続きを踏まずに消えたの。手続きいくつぐらいか、小学校やっぱ4年ぐらいとか、うん、もうでもね、もう小学校2年とかそんぐらいの時には、うんうん、日曜日にはもういなかったから平日はもちろんいないんだけど平日はもちろん、その前までは日曜飯食ったりしてたような記憶があるんだけど、その2年後ぐらいから飯食わなくなった一緒に。この間ね、なんかね、友達とみんなで話しててね、うん、子供の頃にそんなにブルーな頃だって分かんなかったんだけど、うん、今考えてみるとブルーな頃っていうあるじゃん。あ、あるでしょ。俺の友達でおかずりっていうのがいて、そいつがいつもあのポルシェ持ってる、ポルシェ持ってるっていう、うん、あのスーパーカーブームの時にいつでも言うのよ、うん、ポルシェ持ってる、じゃあ乗せてみろって言うと、必ず、いや親戚の大学生のお兄さんに貸してるとかいうやつがいて、1年半言い続けたのを、うん、夜いきなりうちに来て、うんうん、あ、俺田中だ、本名田中って、田中の俺ポルシェ持ってるって嘘だったんだって言った次の日に転校したんだよねだけど悲しいな。だけどそいつの転校する時ってお別れ会ってやるじゃん、なかったのね。で1週間ぐらい学校来なくて、先生が突然あ、出席を取らなくなって、うん、おかずり君は転校したからっていう風に言われていや逃げだったんだ、急にあ、回りますね。あ、それ嘘ばらさなくてよかったのね。そのまま引っ越しやがってポルシェ持ってることになったの。席も買えないのに席替え音楽、席替え音楽、うん、じゃあもう一発、もう一発サイコロスタート、はい、次の話題、サイコロスタート、もう始まってるよ、もう始まってるよいいテンポだな。さあ、なんでしょう次は、漏らし体験、漏らし体験、略してロボットみたいな歩き方違う、だから違う漏らしちゃってね、漏らしちゃってこれは痛いのかもしれないけど、うん、これお笑いは喋りやすいでしょ、割と漏らし体験はね、僕、二人と思うかな、2人ともしょっちゅう、だって俺大人になってションベンは5回漏らしてるから。ちょっと待って、大人になるとションベンは漏らさないでしょ、クソは漏らすけど。いや、クソも漏らさないでしょ、でもクソ漏らす。俺も漏らす、漏らすでしょ。ね、え、寝ぐそ俺ね、一回寝ぐそやばいよ。寝ぐ最悪の寝ぐそ。寝ぐそしたよ。あのね、うん、そのも若い頃ね、若い頃っていつだよ、20歳ぐらいの時で、普段もいつも不細工なやつばっかり狙ってる僕が、噂噂いつも噂ですよで偶然素敵な、うん、僕にとっては素敵なお姉ちゃんを理想の、ちょっと待って、それは三村君にとっても素敵な人だ、多分こいつを見ても素敵な、あ、そうなんだ、まあまあ、うん、大谷にしてはもう上出来の、あ、普通の一般愛から見ても普通の、うんうんね、モデルさんみたいっていう、おーおーおー、タレントさんみたいっていうようなお姉ちゃんをゲットして、うんうんうん、ゲットして、でホテルに行ったわけですよ、はいはい、ね、ドキドキして、はい、ええ、でもすごい嬉しくて、うん、で裸でね、うん、布団の上でダブルベッドでしょ、うん、あの上寝てたの、うん、もうご機嫌になって、うん、もうまあご機嫌ようだ、ご機嫌ようこの段階ではものすごくご機嫌よう、ライオンちゃんも歌詞は持ってくるわね、小坂さんもファッションについてトークするわ、トーク長い、うんうん、明るい、長いぐらい乗っちゃって、乗っちゃってで寝てて、うん、その時もう盛り上がりすぎて夢の中で子供に戻っちゃったのね、うん慣れすぎて夢の中で寝ちゃって、うん、寝ちゃって、うん、で缶蹴りしてて、うんうん、で俺ちょっとうんこしたくなっちゃったから俺ちょっとうんこしてくるわってその夢の中のガキの僕がうんこしに行ったわけですよ、少年が、大竹少年がで当然うんこするわね、するわね、でうんこしてたらなんかあれって夢の中の俺と生きてる俺が重なったわけ、コンタクトを始めたんだよ、あれうんこしてすげえ気持ちいいんだけど俺今うんこしてんじゃねえか夢の中でも思った思った瞬間にパッて目が覚めたわけ、俺うんこ漏らしたかなって匂いかいたら、あたりがうんこの匂いしてるわけ、うん、隣に綺麗なお姉ちゃん裸寝てるわけで、でやっべうんこ漏らしちゃったと思って、これ
やばいなと思って蓋を開けたら、その中からしてるわけ、匂いが。うん、確実に。蓋の中から匂いしてるよ。東京ドームの中から。ドームの中から。ドームうんこだらけ。おっしゃったと思って、布団、ケツ開けてね、布団をこう触ってみて、見てみたら、してないわけ。布団ついてないわけ。分かった、これヘだよ。すごくさ、ヘで済んだんだよと思って。一応ケツ触ってみようと思って、ケツの穴触ったら、そのケツの穴には挟まってた、うんこ。いや、うんこ漏らしアウトだった。アウトだ。間一発アウトだったんだ。あ、うんこ漏らしについていつも思うんだけど、うん、あれはうんこに入るのすんごい下痢してて、うん、あのファミコンとかやってて、うん、おならだろうと思ってプッ熱いっていうやつあるの、熱いやつあんじゃん、染みるやつね。あれはあれ漏らし、うんこ漏らしのうち入んのかな、あれ入んのかな。若干パンツに少しつくでしょあれ、うん、ついてたらうんこ漏らしでしょあれ。うわ、じゃあ俺今年入ったからあるもん俺それもうんこ漏らしなの。そう、うん、あるあるある、うんこ漏らしでしょそれ。公式うんこ漏らしには勘定されるわけ。勘定されますよ。うわ、じゃあ俺27になってからあるわすごい辛いわそんじゃなくて席替えの音楽だよ。ありました ね、 ね、いや、もう一発じゃあサイコロスタートいただいて。サイコロスタート。あと何だ、何がないのかな。泥棒聞きたいな。いいでしょ。初めて泥棒した話。泥棒ね、これ略してなんでそんなの持ってんの。買ってあげてないけど吉田にもらったこれが一応、ね、どこ見て喋ってるの、ね、吉田にもらったね。吉田にもらったありますね。泥棒ね、どの辺なんですかね。まあ初めてじゃなくてもいいけど、一応今まで泥棒とか犯罪を犯した、うん、でも万引きって流行ったでしょ俺ね。僕らの時代万引きしたことは、見張りはすごいしたことあるし、それからあと万引きしたものを持ってくるのを隠蔽したりはしたことあるんですけど、うん、俺は俺流行ってね、近所で、うん、大流行、大流行、万引きがヒゲダンスと同じぐらい、うん、だから何それ勲章があるわけ。あの万引きの中でも、うん、スーパーにまず行って、うん、こうどれだけ度胸がある、度胸試しじゃない、ね、だから隠れてお腹痛いとか言って、お腹痛い大作戦、お腹あ、もうタイトルついてる、うん、サブタイトルが、お腹痛いでこの、うん、持ってこうお腹を支えて出てくると、うん、なんか2ぐらいの勲章で、うん、あ、だけどそうそう、天眼、うん、天眼、それは2点ぐらい、2点ぐらい、ドキドキして、本当に普通の万引きあるじゃん、手の中に入れてガムを持ってる、そんなん言ってんだ。あ、それはまだ、なんか技としてはすごい低い。最高何点なんだ。最高は5点で、うん、俺これやったんだけど、うん、その場でそれを使ってくる。どういうの。その場で、もう商品を持つじゃん、例えば、バナナ、チョコレート、バナナ、食う、その場で。これはもう最初から俺のなんだよっていうので、店員の前で食う。それ5点で食って出てくる。これ5点。それ5点。それ捕まったらなんてなの。捕まったら。捕まったらなんだろ、0点に戻っちゃうのかね、これ。俺、あの、ドラえもんの1巻から29巻を一遍に。それもうほんと泥棒で、万引きじゃないよ、それ。浅草の松屋で。それはやっとうだよ、もう盗み盗み。思いっきり走ったけどね。すごいな、うん。友達の中にさ、もうそういう時伝説のやつっているよね。万引き伝説になっちゃってるやつ。いろいろ。あのね、切ってね、俺らの時は。切って、なんか別に集めてないんだけど、切手をかっぱらうっていうのが流行ってて。切手のほうどこで、そういうワインの切手。浅草のあの下のなんだっけな、うん、地下街みたいなとこあるじゃん。あらあらあら、ミキサーであのジュース売ってる、生ジュース売ってる。そうそう、なんだあれやってんの。余分なジュースを売ってる ね、 そうそうそうね。メロンって本当にメロンかよっていう、ね、焼きそばとかな、焼きそばとか、ね、ババアがババアがカタカナでナロンになっちゃってるとか。そうそう、ナロンになっちゃってる。200円ぐらいで売ってるやつ。ナロン、そうだったりするの。あの並びに汚い切手があったわけ。あのザルとかに入ってる。そのザルを一杯かっぱらうっていうのが、うん、あのスターだったわけ。スター、うん、で、それやってるやつがいてね、うん、うん、それはすごかったよ、やっぱり。もうすごいスリルとサスペンスが溢れた。俺は高校時代、三田ってやついたじゃん、うん、あれはすごいよ、あの三田は三田は、あの、うん、学校のこのセカンドバッグじゃん、なんていうの、学校の名前が書いたスポーツバッグ、あれを一個持って、うん、デパートに入って、うん、パソコン、あのテレビ付きのパソコンあるでしょあれカバンの中に入れてはみ出してるね入れて堂々と外出てったところを捕まって退学、うん、定額になりましたから それもう泥棒だからね、それは。名古屋の CBC にそういうやついたっすな。名古屋の CBC で、うん、普通に警備の前をこう作業着てこうやって来て3人がかりでピアノをよっしゃーよいしょって言って、そのままトラックに乗っけてブローって言って、何週間かしてからピアノがない、ホールのピアノがないっていう話になって、それ警備さんが、いや4日前まで業者の方が持ってきましたけど、そんな業者はねーっていう。堂々と仕事や、堂々とするっていうのは怖いね。あれ何歳ぐらいで初めて気がつくの、あれみんな万引きいかんことだなっていうのは。
なんでしょうね、高校ぐらいじゃない、高校ぐらいかもしれない、某お笑いでいたもんな、それこそゆたお君と僕とその何人かのお笑いの人でこうやって飲んでて、いやあの時盛り上がりは悪いことしたことある話、どんなのがあるって言ってて、俺らが親の金盗んだことがあるとか、高校の時にネズミ子を作ってたとか、そういう話をこうしてるわけ、してる中で、あのあれ一人ですごい大人しかったけど、あれなんていうのかな、あのほら酔っ払った人とかに襲いかかってあの気絶させてお金取るやつ、それブランドルじゃん、あーすげーなそれノックアウトコートじゃん、そうだノックアウトコートすんなよ、その時で悪い時間がないので、ね、ノックアウトコート、そっノックアウトコートあれあれって、もうそんなんいつ頃やったの、うん、先週かよ、現役でいるんだよ、ね、ブランドルから聞いたことあるすごいよな、ノックアウトしてたんだよ、まあ、じゃあ悪いやついるもんね、お知らせですか、お知らせですか、あ、曲一回言ってからお知らせ、ね、曲ね、うん、曲はじゃあ何をかけるんですか、なんか曲はあれ、三崎めぐり大好きな山本幸太郎さん、これ夏にはいいっすよ、これね、めぐりながら聴いてください、泣けちゃう、三崎めぐり、泥棒の2人を泥棒です、泥棒、もう過去の話ですから ねもうずっとね、はい、その後俺らも反省してね、そうそうそう、やらなければよかったことのベストワンになっててですね、うんうん、聞いてる人もね絶対やっちゃいけないと、ね、そうです、口を酸っぱくして、ね、言っている、ことなんですけれども、はい、そんな構成した2人がですねトークライブを、はいはい、そうです、やるということで、これじゃあの毎月やってるんですけども、うん、月1でやってんの、月1でもうお客さん入っても入んなくてもいいんですよ、ええ、いいの、これはもうオナニーですから、あ、そう、そうなんだ、すごく気持ちいいやつ、すごく気持ちいい、自分らはすっきりして帰ればいい、そうなんだ、だらっと、え、トークライブってずっと喋ってネタじゃなくて、これはネタじゃなくて、ネタじゃなくてもう喋るだけで、ネタのは大体半年に1回ぐらいやってるんですけど、うんうんうん、これはもう喋るだけで、でも、原宿クレッセントホール、わかんないんですよ、これ場所ね。ね、わかんないですよ、ね。目印はないの、なんかクレスセントホール。原宿のね、竹下口をずっと線路沿いに行くと、うん、突き当たりにあるんですけど。右に行くんだよね。俺、左だ、左。俺、でも場所が原宿って言った時までは、うん、原稿ここに書いてあるやつをよく見てなかったから、うん、そでも原宿のクエストってすごいでかいですよねっていうような、クエストとよく間違う、思ってクレッセントホールなんですね、そうそうそう、これは一応あの会議室みたいなね雰囲気を出して、うん、ここでですね、でもそれ会議室みたいな雰囲気を出してるのそれとも会議室なの、会議室みたいな会場なの、無理やり雰囲気が出ちゃってる、でもね300人とか400、300人ぐらい一応キャパは入るんですよ、これが、8月の29日火曜日、はい、そうです、午後7時から、うん、そうです、やりますんでね、ピアノ当日でも全然入れますんで、お、じゃあ一応問い合わせ先を、ホリプロ、ここですね、3490-4611、はい、3490、東京03-3490-4611ホリプロなんですけど、はい、こうやってすごいね、こういうチケットの問い合わせってさ、普通さ、それ用のセンターみたいなところがホリプロぐらいでかいとあるのかなと思うとさ、ね、全部ごっちゃ出てるよ、ね、これ俺らが連絡するのと一緒の電話番号、もう下手したら社長出る可能性あるもんね、出るもんね、社長ね、ね、下手したら坂木原行く出る可能性もあるもんねないな、竹田真嗣とかね、それ余計なこと言うとね、余計な電話番号、ひたすら電話番号で、それは出ません、出ません、絶対出ません、ね、池田には出るね、あ、じゃ出ないっちゅうのね、本当にもう、ね、西城秀樹がなんで出るんだよ、違うの、事務所違うじゃん、本当はね、こっちよりもピアノがいいんですよ、確実はチケットピアで売ってますから、チケットピアノが、
チケットピア、事務所の人これやってること知らない場合ありますね何それって言っちゃう場合ある本当にあるよね何それって本当に情報伝わんないよねそうそうそうすごいもんねでいてもぶっちょうずらで答えちゃってはいはいじゃあ調べときますはいはいって切られちゃったりしますから、ね、で嫌な気持ちになると思うんで、はい、チケットピアの方で方が、確実ですね、はい、チケットピアなら西城秀樹が出る心配もないですないですいいですどこでもないどこでもねえじゃねえそれ他告知系とかないですかもうね特にそれだけですね、そんなもんですね、大してあれも山田商会に出てるぐらいですね、そうですね、ねよく合うんです山田商会出て山田電機に出て、ね、出て、ね、山田尽くしでね山田尽くし山田うどんで飯食ってねどこそれ通りすがりの山田を殴り山田尽くしで山田尽くしいやそういうことでですね、はい、帰って終わりかよさらっとしてるな出て行ってくださいもう嫌だよそんなてかもう帰るわ、うん、そんな泥棒なんかここもう飽きだし話ができねえよもうほんねまた来ますいや来ないでくれもう絶対にさあ番組ではですね皆さんからのハガキ待ってます、新しいサイコロの目こんなゲストを呼んでほしい、うん、ゲストに聞きたいこと、昨日見た嫌な夢ね、飼ってる猿から変な菌が湧いたそれいいなそれ郵便番号150東京都渋谷区神宮前、2-4-12千と光伊集院光の夏休みの王様期限用の係まで、来週のゲストはですね、兄貴こと石川義弘さんが来てですねとうとう友達関係も終わりますRepetiré. スーパーファミコンアワー伊集院光の夏休みの王様。犬。夏休みの王様からスーパーファミコンアワーのパーソナリティに加わった伊集院光というものです。もう知ってるとは思うけど、スーパーファミコンアワーはスーパーファミコンとサテラビューをつないで遊ぶ画期的なバラエティ番組です。特に僕の番組ではこのサテラビューを使った超面白い企画やゲームのてんこ盛り、ぜひこれらの遊びに参加したいと思っている君、じゃんじゃん電話してください。東京03-5350-8686、東京03-5350-8686、大阪は大阪06300-5555、大阪06300-5555、任天堂サテラビューサービスセンターまで、朝10時から夜9時まで受付中、電話番号はかけ間違いがないように。それじゃまた番組で、転校しても手紙くれよな。誰が？サテラビューを持っている人だけへの美味しいデータプレゼント、夏休みの王様秘伝ゲーム速報。スーパーファミコン放送は夏休みの王様期間中も新作のお試しソフトが目白押し。今週はファミコンでの名作アクション忍者龍剣伝シリーズがスーパーファミコンに新登場。8月11日にテクモから発売予定、忍者龍剣伝巴が実際に楽しめちゃうお試しソフトをオンエアします。8月14日月曜日から21日月曜日までの8日間毎日放送します。壁新聞社の番組ガイドを見て間違えないで受信してね。話題のアクションゲーム忍者龍剣伝巴が買う前に遊べちゃう。サテラビューって本当にお得ですよね。スーパーファミコンアワー伊集院光の夏休みの王様。軍手片方20円。ユタオの部屋。このコーナーは私ユタウンが派遣してきたおすすめソフトを紹介するというそういうコーナーですが、今週ももうあなたのハートを狙い撃ちしてしまうようなもう素晴らしいゲームをご用意いたしておりますので、早速ですが、はい、ユタインさん、はい、そこでぼっとしてないでね、はい、メニュー画面のマガジンのこの4段目選びなさい、ね、今週のゲーム素晴らしいですよ。あ、でもね、すごいのがね、はい、めくる前に一つ言っとくとね、なんですか、君のコーナーにね、ハガキがいっぱい来るようになってるんですよ。当たり前じゃないですか、もう読もうか読もうか、読んでみた、読んでみた、みな読んでみた、読んでみな、みな、みなよ。今日一時言葉尻を捉えるね、また。いやいや、言葉尻捉えるとかやってなあ、うん、捉えるよ、それ読みそう、
読むよ、うん、読みそう、うん、茨城県のペンネームチャカさんから、毎回毎回大変素晴らしいゲームを紹介してくださりありがとうございます。どういたしまして、頑張ってます。前置きはこれぐらいにして、デッドダンスですか。2年ほど前、友人が面白いソフトを買ったからうちに来てやらないかと僕にプレイした記憶があるゲームです。この前の放送を聞いて、またやりたくなりました。おぜひプレゼントにください。偉いな。敵キャラの名前もわかりますなんて書いてありますよね。ペンネームあかんこまで11キロ、なぜ私にくれないのですか。すごい始まり方ですね。何をすればいいんですか。回廊20匹集め、その跳躍力で車を押してみたり、猫を100匹集めて、その跳ねる力でバイクを引っ張ってみたり、犬を40匹集めて、それを見た子供が何秒で泣き出すかを調査すればあなたは私に相当くれるんですか。強い強いと言っても、飛び立てなかったマイハート、なぜと聞かれて雨に打たれて震えていたや、だからデッドダンスをくださいまで投げんからもういいや。この二人を実はどっちかデッドダンスあげないと。先週だってチャカさんにあげなかったっけ。あげたっけ。焼きそば先週チャカさんにあげた。いや、もうチャカさんは今何でもいいからゲーム欲しいのかもしれないよ。違う違う違う、チャカさんと僕の間にはこの見えない糸みたいなピピピというものが、センスの糸が、そうです、だけど先週でチャカさんにあげましたが、今週はそれじゃそのあかんこまで11キロさん、ね、じゃあこの人のところに送りましょう。何かやっぱり100匹集めてもらわないとね。でもね、とりあえずね、とりあえず猛犬注意のねシールを100個集めて、そう、そういいですね。ほんとちょっと話戻って、で今週のゲーム4段目の4段目、本当に素敵なソフトばかり、これを選んでください。面白いですね今回も、ね、面白いですよ。もう素晴らしいんですね。はい、どうぞ。じゃんじゃじゃーん、3、2、1、ペロン。友人のフリフリガールズ。あ、セクシーなんですか。セクシーですよ今週。フリフリまた言えない。あ、ダメ、これダメだ、これやると長くなりますから。このゲームなんですが、どんなゲームかと言いますと、はい、プリンセスランドというね、この天使たちのね楽園があるんです、うん、でそこにあるフリフリ学園、うん、この学園ではですね、各学科の優等生が卒業シーズンにこのフリフリガールフリフリガールの座を目指して、ね、この陰でですねこれ競い合うわけです。ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください、はい、よくゲームとかでは、はい、こう天下一武道会とかで、はい、こう一番強い武道家の座を奪い合ったりとか、それからその惑星の王様の座を奪い合ったりするんですけども、はい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 、このこのフリフリガールズは何の座をかけて、おっしゃいました今、フリフリガールの名をかけてフリフリガールになりたいっていう人たちが、なりたいでしょ。で割とあれでパイパイの座大きめの方だよみんな。あ、おぱいがおぱいがどかんな、おぱいなどは大きいですね。おニューでかしこれやって長くなりますから、長くなりますから、でプレイヤーはそのフリフリガールになるために何をどういうことをしてくる。もうこれがねすごいんです。もうそれはもう壮絶なバトルを繰り広げるわけですね。このね壮絶なバトルの模様もねこれ入れてありますから、うん、ね、もういいですか。これあなた見ちゃったらね、うん、あまりの壮絶さにねあたり構わず職人しちゃうよ。もどんどん植えちゃう。そう、もう50年後を目指しちゃうね。もう今までね君がねそういうこと言ってね、俺がね、こうやってプルッとこうねめくるたびにね、なんだろうな、本当に2歳児とはいえども、わさび漬けを食わせるぞっていうぐらいの、俺怒りを覚えたんですけど、今回はもう本当にこの壮絶さはね、度肝を抜かれます。ちょっとこの壮絶な模様を見てみましょう。すごいですよ、壮絶です。はい、一応このコーナーに関してはみんなでドキドキするために、私の 3、2、1 でですね、はい、次のページでボタンを壮絶なバトルを言いますよ。どうぞ。 3、2、1、ピロン。スゴロク。そうですよ。スゴロク。そうですよ。あ、そうなん。うん。これはどういう風になってんの。これ君のキャラクターの名前をこれ自分でつけたの。そうです。犬笛。はい。フリフリガールになろうっていうボインのお姉さんが。そう、犬笛です。犬笛さん、うん。これどうなってるわけこれは。これスゴロクをね。犬笛さんの番ですわ。これスゴロクをやって、うん、これただスゴロクをやるだけじゃないんですね、これ、うんうん、これね途中に悪魔がいるわけです、うんうんうん、ハルキンって、その悪魔の名前のハルキンって意味わかんないんですけど、ハルキンはお前がつけたんじゃなくて向こうがつけてる名前で、それだったら犬笛で対抗するよ、しょうがないでしょ、もうこれ。まあ向こうがハルキンだし、こっちは犬笛だわな。そで、そのハルキンが鍵を持ってるわけです、うんうん、でその鍵を取って先にゴールへ、鍵持ってないとゴールできないんです、うんうん、ゴールへ着いた方がとりあえず、勝ちということになるわけですね、うんうん、でこの間にはモンスターがいたりとかですね、でそのモンスターとこのバトルをして負けてしまったら、このゾンビゾーンというね、うん、この画面で言いますと、今主人公がいるこの青いタイルの脇にこの何ていうんですか、この暗いタオルがタイルがありますね、うんうん、紫色っぽいの、うんうん、あっちへ行っちゃうわけです。あっちへ行くとですね、歩くために所持金がどん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 減ってしまうわけです。なんかこれ割なんかこんなリアクションを想像しなかったと思うんだけど、ええ、少し面白そうじゃん。面白いですよ。ないんだ、毎週面白いじゃないですか。何言ってんすか。デッドダンスもブルルルルルこれやると長くなりますから、ね、長くなりますからね。これちょっとね、俺やっちゃうなって感じがするの。でね、このね、ここ
からが壮絶なバトルなんです、うん、ね。ここであの例えばあの今マス目乗っかってますね、うん、あそこのマス目今主人公だけですけど、うん、あの例えばこうずっと続けていく間にあのマス目の中で例えばモンスターであるとか、うん、他のプレイヤーと一緒になってしまった時、この時のバトルがあなたもうすごいです。君の犬笛と僕のあのだし汁が、ええ、あの同じマスに入ったらこれバトルなんですか。バトルになるんです。このバトルがもう強烈です。あんまり面白くてネギ植えちゃう、ね、もうネギどころじゃないですよもう。ほんと、うん、わたがし口の周りにべったりくっつけちゃう。そうです。偽物のキャプテン、キャプテンさんって来ちゃう。しかもわたがしの割り箸の周りのところはちょっと硬くなってますもん。なってる。でもその硬くなったところに味があるんでまだ噛んでる。うん、嬉しいです。それがそれがなぜか嬉しい今日この頃ですが、この壮絶なバトルを次のページに入れてありますので、これが同じところに行くと戦いになるわけですね。戦いのシーンですね。戦いのシーン、壮絶ですよ、はい、びっくりしないようにね、子供なんか泣き出さないようにね、はい、3、2、1、ダーン、じゃんけーん。もしもし旅の方。はいはいはい。何でしょう。え、ゲームじゃん、ええ、スーパーファミコンっていうハードはすごく性能が良かったりするじゃんさ。そうですよ。で今こういうテーブルトークとかそういうゲームってさ、はいはいはい、ものすごくそのバトルが凝ってたりするじゃん、ええ、それでこの2人がするのは何。え、じゃんけん。え、体力とか何が関係あるの。体力と、だから上にあのね、あそこに表示してある赤色がついてますね、うん、上と下と2段に、うん、上が体力の明かりです。下が攻撃力の明かりです、うん、例えば今の犬笛の場合で言いますと、うん、体力があと 1,2,3,6 つ残ってるんですか。5つですか。6つですね、うん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 、6つ残ってて下の攻撃力の方が4つですね、うん、この攻撃力が4つの場合はじゃんけんで1回勝つごとに向こうの体力が4つ減るんです、うん、こういう、うんうん、それはちょっと分かった、それでもう一個質問。何ですか。もう一個質問、はい、そんなお前そうやってな、言い訳したかったりとかな、無理に人を説得したいときに俺にこうやって言われ、やつぎばやになんかバーって言うけど、俺にも質問させるよ、お前。じゃんけんぽーって出すわけですよね。はいはいはい。左のバニーみたいなお姉ちゃんパー出してますよね。パーです、パーです。右の緑の服着てる姉ちゃんが出てる S は何なんですか、それは。あれ初期ねえ、S は何なの。あれはすごいんですよ、あなた。これゲームやったことないか知らないか知らないですけど、うん、あの S はですね、うん、じゃんけんの中において、うん、グーでもチョキでもパーでも勝っちゃうんです。何？え？必殺技ですよ。グーでもチョキでもパーでも勝っちゃうんです。なんか分かりにくいわな。じゃあ分かりにくい、こうあなたきっと分かりにくいと思いましたんで、おうおう、あの要するにこれは要するにグーでもチョキでもパーでもなくて、そのどれに、その3つのどれにでも勝ってしまう素晴らしい技ということで、おうおう、私は大体こんな形だろうというのを想像して次のページに入れてありますから、この S ね、あの僕の犬笛が出してるこの S ね、必殺技の S はどんな形かというのを次のページちょっとめくってください。うそうすると大体分かってもらえると思います。大体分かりますか。今3、2、1、こんな形です。これはゲーム画面じゃなくてお前が一生懸命書いたのか。そうです、書きました。バカ。え、どうですかね、親指の先から緑色の溶かす汁が出るわけです。要するにもうチョキだろうがパーだろうが、うん、溶かす汁にかかればそれは溶けちゃうし、でもその前にこのね、あのなんですか、中指と薬指の間から炎が、あーこれも燃えちゃうしね。で炎が出ているにもかかわらず小指からは冷凍光線です。うわ、火に強い敵ももうダメだ。そう、これだけやっとけばいいでしょ。じゃあちなみにこのすごい S と S がこうガーンってぶつかった時は、おあいこです。おあいこだ。あいこでしょになっちゃうんですね。お互い様だ、ええ、な。でこれちなみにこれはグーでもチョキでもパーでもないですから、うん、これ名前があるわけですね。何ですか。っていう音は、音じゃない、その口の中に宝石が入ってないのに宝石の音がするような、無理して出してるような、ええ、もうあんまり、まあ一応頭文字は S なんですけど、もうこれ以上俺を喜ばしたら石田哲夫の真似もしちゃうね。やってください、ね、わあ、カメ好き好き、終了。はい、意外と淡白なんです。意外と淡白なんですけど、ええ、ちょっと待ってください、はい、もしかしてこれでもうページはないということですか。そういうことになるのかな。面白さは全て話し終わったわけですか。そうです。このゲーム他に何があるんですか。ただ私すごくびっくりしたことがあるんですけども、はい、このゲームをあなたがレビューして、はい、でいてそのソフトをここに持ってきたじゃないですか、はいはいはい、そしたらうちのスタッフがものすごくハマってやって、そうだよ、やっていたというですね、うん、まずいな。対戦型でみんなやってるから、僕は一人でやりましたから。コンピューターと戦いましたから。犬笛っていう名前で。犬笛っていう名前でね。あ、もう楽しそうですね。またこのゲームをプレゼントしちゃってる。プレゼントしますよ、これすごいですよ。ほう、また今週もきっとチャカさん、赤ん子さんかもね、あのお前は、お前は2人に対して番組やってんのか。もっと大勢に対してやってくれよ。赤ん子さんだけじゃなくてしょ。お前これは文通だったら家でやれよ、お前よ。黙れよ。したらお前普通のファミコン通信とかで譲りますっていう欄に書けよ、お前それは。このフリフリガールズ、友人のフリフリガールズ、このゲームがどうしても欲しいという、もうそういうしょうがない子供たち、病気なマニアは、どんどんハガキください。お待ちしております、はい、宛先は郵便番号150渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ伊集院光の夏休みの王様、ゆたおの部屋
ソフトくれの係までです、うん、今のはソフトくれというふうに、そうですね、戸田夏子さんに字幕を出していただければいいわけですね。そうですね、はい、あ、ちなみにあの今日あの紹介したこの手の絵、はい、これ私の直筆でくっつけましょう。あ、つけてもらえるんですよ、この手の絵も、はい、もう一回書き直します。わかりやすいですね、はい、まあ、また来週も面白いソフト、はい、どんどん紹介してくださいね。そうですね、もう、はい、来週もし君が面白いソフトを紹介しなかったらば、ね、鉄砲王に中耳炎にしてもらうからね。それすごく嫌な拷問ですね。すごく嫌ですよ。じゃあ来週絶対楽しいゲーム紹介しなくちゃ。はい、私頑張るわよ。みんな困ってるよ。あ、そうです、ね、じゃあ曲いきましょうか。え、曲、はい、これちなみに私のリクエストなんですけど。あ、リクエスト。そうなんです。また君も日本のミュージックシーンには厳しいという君が、ね、一曲歌おう。え、じゃあご紹介しましょう、はい、堀江美津子さんでシンドバッドの冒険です。アラビアンナイト、シンドバッドの冒険。ドキドキワクワクするけれど、おっかなびっくりするけれど、旅に出かけるシンドバッド、いつかはそいつも思い出さ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、もりもり勇気も湧いて出る。どこか知らない知らない世界で、僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。ハラハラビクビクするけれど、怖くて震えもするけれど、旅に出かけるシンドバッド、なぜだかそいつが面白い。飛び出せ飛び出せシンドバッド、さあ来い坊不思議な不思議な世界で、僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。甘えん坊よさようなら、寂しがり屋よさようなら、旅に出かけりゃシンドバッド、一人前男だぞ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、どうにもこうにも止まらない。どこか知らない知らない世界で、僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。曲の方はですね、岡村孝子さんで生部でぶっ飛ばせをですね聞いてもらいましたけども痛そうですね、結構ね、しなるからね。その上になんかすごく屈辱的な感じもするかと思いますけどもね、アルバムですね、魚肉ハムでぶっ飛ばせの中からやっぱりぶっ飛ばすはアルバムなんだ、それは。あ、これあのコンセプトはぶっ飛ばすですから。なるほどね、岡村孝子さんのですね、アミン時代夏をぶっ飛ばせですね、岡村さんとはちょっと違った歌声が聞きますね。ありがとうございました。はい、それじゃあここでですね、ただいま、プレイヤーの皆様から、はい、これお悩み、質問、疑問のファックスを募集しております。そうですね、本当にね、あの悩みはね、一人で抱えちゃダメだよね。そうですね、俺みたいな人生の達人がね、ポンポンってきちんと明確な答え、うん、具体的な答えを出すことで、もう毎週ね、僕なんかね、もう心が、なんて目から鱗が落ちるっていうのかな、眼球に鱗生えちゃうよな。いや、逆でしょ、それ、うん、だから目が落ちるね、うん、落ちるんだよね、もともとね、はいはい、AK ライブヒットギャングが終わった後にですね、私ですね、ガンガン答えていきますんで、コミックガンガンよろしく答えていきますんで、ぜひですね、ファックス送ってください。はい、ファックス番号は東京 03-3423-3377、 東京 03-3423-3377 でーす。ほいで続いてみんなの思い出いいね。一枚の写真を手がかりに、その人の情報を思い出したことをみんなで話し合って、写真にこうきちんとした人格、これはただの写真ではない、人の思い出の凝縮された一瞬なんだということをみんなで分かっていこうということでですね、
適当な写真を持ってきてでっち上げのです最後は結局そうなのかい。そうです、本人の意思とは関係なくですね、どんどんその人をですね作っていってしまおうというコーナーなんですが、はい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 、はい、メニュー画面の3番目に入ってる、はい、この何ですか、今日は謎が次々と解明されていくわけです。解明されていくこの人です。この方、15年前荒川区の小学校に産休教師として赴任、何らかの理由で2週間で姿を消した。サンリオグッズ大好き。4年前に引いた。ここは毎週笑っちゃいますね。しかも過去長野からの情報ですからね。昔実家の中華料理屋で出前、持ちをやっていた。サンリオピューロランドで見かける。昔ドラフトにかかった江川の頃。うちのスーパーカーを返してください。もうすでにこの人は泥棒にもされちゃってるところがすごいですね。まだサンリオ好きぐらいまでは許せたんですけどもね。苫小牧で裕次郎記念館の郁美嬢じいたらリリアンをくれた。リゾマズ試験場を着服して小学校をクビになった。またかがめちゃいましたね。またかめてますね。自転車で日本一周してる最中に長野で引かれた現場を目撃した。初恋の人がハンギョドンにウリ二つだったことがサンリオグッズ好きになった動機である。一応ここまでかなり具体的な人になってきましたね。そうですよ。だって俺ら本当によく会ってる人だってここまで知らない人の方が多いですからね。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ1枚ハガキを読んでいきましょう。はい、俺から、茨城県ペンネーム健康ランド。私は82歳現役のサンバです。あれはもう何十年も前のことでしょうか。私が紅白歌合戦を見つつ、もう今年も終わりかと1年を振り返っていた時、突然古川さんの旦那さんがこいつ自体がわかんねえな。古川さんの旦那さんはだたれでも突然古川さんの旦那さんが妻が産気づいてと私の家に飛び込んできました。それからどれくらい経ったでしょうか。もう辺りが明るくなった頃、古川さんのところの奥さんは無事に男の子を出産しました。確かその子が写真です。古川さんとこのお子さんだ。お子さんだ。これはかなりね、あ、少なくともこれから推測されることとして誕生日が元旦っていうのが分かるわけです。そういうことですよね。元旦生まれ。うん、紅白歌合戦見てて見終わってからって言ったのね。そうですよ。で、うん、あの朝しらじら明けの頃に生まれたわけです。うん、これいい情報ですね。いい情報ですね。元旦、はい。続いて私、はい、仙台市の肉踊りさんからです。うん、うちは代々屋台の焼きそばをやっているのです。代々やるのかな、すげえな。一子相伝でやってるんだもん。そうだろうね、はい、なんか秘密の作り方なんだろう。うん、写真の彼は、うん、昔からのお得意さんです。うん、縁日があるごとに最低10個は買っていくので、うん、彼にだけはいつも青のりと紅生姜を3割ほど多くサービスしています。しかし彼にどうしていつも焼きそばを買うのと聞いても一切答えてくれません。うん、はあ、焼きそば好きなんだ。焼きそば好きな上に何か焼きそばにも思い出があるのかもしれないですよ。一応じゃあ来週のマガジンには、うん、焼きそば大好きって入れときましょうか。なんかね、ええ、泥棒の周りにずずしいですね。いや、泥棒の上に焼きそばが好きっていうことが分かっただけでも、もう収穫ですね。それからですね、もう1枚ぐらいいきましょうか。嘘の情報前から多いですけどね。ペンネームはさみさん、東京都。あの写真の人は僕が小学校6年生の時にクラスのみんなに、あいついまだにお母さんとお風呂入ってんだぜとか、お風呂の中でおしっこしてるぜなどと言われ泣きながら学校を飛び出していき、それ以来行方不明だった竹内くんだと思います。今度クラス会があるからぜひ来てねということで、また嘘です。嘘ですね。また一応僕あなたの反応を見てから言わなきゃいけないから大変な。嘘だ。嘘え嘘ですね。古川さんのところの奥さんの話と合わないもんね。そうね、合わないもん。だそんなね、ハサミさんそんな年寄りじゃないもん、ね、ないし、うん、もうなんでこうやって、もうそれに、それ読んだだけで焼きそば好きかどうかわからない。全然わかんない。辻褄が合わない、うん、合わない ね。こんな理不尽なことはないよ。俺たちがこう何、一人の人を探して、いわば人探しみたいなもんじゃないですか。うんうん、妨害だよ。そう、いや、やっぱり人は面白がっていろんなことするんだよ。茶化すなよもう、うん、ちっきしょう。でもこんなことに負けてちゃいけないよ。もう一枚読むよ。うん、頑張ろう。もうこれも嘘だったらもう俺またハサミからだから嘘かもしんないけど、うん、あの写真の人は僕が9年前家で飼っていて逃げ出した犬のペスです。返せ。重要な情報が来ました。本当だよね。これが本当ですよ。間違いなく。これが本当です。これが本当。これが本当。これが本当の情報ですよ。ペスじゃねえかなと思ってたんだよ。俺も。だってどうも写真からね漂ってくるもの香りが。香りがするもんね。うん、あの頭の白いあたりがな、うん、ちょっとスヌーピーの影響を受けてるしな。あ、受けてるしね。うん。うん、ペスだ。ほらあのなんかあの服のところをマントみたいなで隠してるじゃんさ。うん、あの人は多分手がグーだったりとかしてこういわゆる犬っぽい、うん、あの肛門見せてたりとか。そうそう。ね、尻尾なんかくるんなんて巻いたんだね。あの人チャカチャカ音がしたりな、うん、そういうところはあると思うから、うん、でもどうする、別に中華料理屋で出前持ちやったことになってくる。
それは あることでしょう、よく一時ペースだった。そう一時ペースだった。だからあの、変身、さっきのセミの話じゃないですけどね。そう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 、だからこれだからペスの時は幼虫だったから、あー、ペス時代っていうのもあるわけだね、これはあの今の成長、まあなんか最終回までにまとまりゃいいだろうなんとかね、とりあえず、最終回にまとまったら良かったコーナーだっていうことになるから、そういうことです。もうあとはもう言葉の面白さで勝負していこう。そうです、今週また有力な情報が集まりましたね、はい、一応ですねペスだ言い切りました。はい、焼きそば大好き、元旦生まれ、元旦生まれの焼きそばが大好きな犬、こういうことが分かりましたね。これが分かりましたんで、はい、かなりですね具体的になってきましたね、有名人です。来週もですねこの人物について、はい、してる情報、本当の情報を募集しています、はい、宛先は郵便番号150、はい、東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ伊集院光の夏休みの王様みんなの思い出の係までです。はい、もし嘘ついたらハリ千本の提灯って誰が買うんだろう。あ、そう売ってました売ってましたけどもね、お待ちしておきましょう。ほんじゃ、ここで、またきちあんのなめんなよで、なめんなよ、あ、じゃねえや、このイントロは、宮尾進と日本の社長で2枚でと、この曲彼女は言った、今夜は危ない、よし分かった、見舞いでどうだ。君の言うことはもうどうだ、焦ることないぜ、そうさぴったり咲き込み one more try、これで大丈夫かい。彼女は言った、つけても危ない、よし分かった、2枚でどうだ。久しぶりだろう、彼女は言った、今夜は危ない、わーよし分かった、2枚でどうだ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 。今の周りよくない、ファミコンアワー、伊集院光の夏休みの王様、デカパイにも程があるだろう。最近さ、テレビ見てて思ったんだけどさ、はい、コマーシャルでな、カリー工房のコマーシャルで、うん、赤井秀和と子供が2人でカレー食ってるコマーシャルがあるんじゃないか、はい、あります、あれが気になっちゃってさ、な、何が気になるの。赤井秀和と、赤井秀和の隣にいる子供が、ね、ボクサーとガキがね、一緒にカレーを食べるところに口の中パクッと入れるところがあるのよ、二人揃ってパクッと入れるときに、赤井秀和の歯にサジが当たった音がすごい小さくカッて入るんですよ。これがもう気持ち悪くてね、気がつかなかったわ。だいたいテレビのねボリュームをね50ぐらいの大きさにして聞いてると、赤井秀和が、なんで50にしてるのその前になんかね、あのこれはと思って、なんかね、これ本当に普通にこうやって見てたらね、
サブリミナルじゃないけれども、別にああいうものサブリミナルとは言わないから、悪い風に取っちゃいけないんだけど、こうやって聞いてたら、あ、なんか俺見ててカレー食べて美味しそうなシーンなんだのに、あっていう気がしたのに、あれなんで俺このコマーシャル見るとうわってなんかなるのかなと思って、なんか俺の体が反応してるなと思って、はあ、これかなと思って音を上げたら本当に聞こえるよ、カチッって歯、下の歯にサジが当たってる音がするの。へえ、よく聞いてみるわ。すごデリケートなんだね。デリケートなんだ。もっともっとだから一番初心者編はなんとかかんとかひやーんっていうあのペンギンがこうスカートでくれないやつの一匹だけパンツ赤いんだよ。あれあれは初心者編なんだよ。あの4人ぐらい並んでる なんだっけあボクサツマニアでヒーヤンじゃねえ。いや違う歌違う、なんか分かるよ、なんとかかんとかヒーヤンって言うとパンツがピラッとめくるこばしあんじゃん。なんか音は分かるんだけど絵は分かる、うん、あれ見てると 4匹のペンギンがスカートめくれるんだけど、うん、その1匹だけパンツが赤いっていうのはこれは初心者編なのね。あ、そう。でその次のやつが最近はねビッグカメラなんだけど、ビッグカメラでなんか安い安いってのは部活動の女の子みたいながいっぱいで安い安いってやって、最後に全員コーラスの人がこうやっているところで、あの別にコーラスの人が何もコーラスしないでビッグ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 カメラっていうやつがあるんだけど、あの手前のところでなぜかあのコーラスの人がはビッグ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 カメラって 0.2 秒ぐらいはって言うんだよ。これもね気持ち悪いね。あなたただものじゃないですね、やっぱりね、そういう鋭いとこ気づくというのはね。で言ってね、誰に言ってもそれでって言われるんだよね。いや僕はね、大したもんだなと思うんですよ、うん、見てみようと思うでしょ。もうもうもう特にね、赤井秀和はね、絶対的にそうだ、カッて言うんだから。へぇ、もうね、絶対見なきゃダメですよ、あれ、ついカレー工房を食って自分も歯ぶつけたくなるように多分仕向けてるんだと思うんだけどね。仕向けて何がってよく言われるんだけどね、うん、さあ仕向けて何が、うん、さあね、うん、それじゃあですね、新井中さんに代わって志村健さんが加入して、さらにパワーアップAK ライブ、AK ライブヒットギャング。AK Live Hit Gang. Alright, thank you for watching, ladies and gentlemen. This is AK Live Hit Gang on the Monday. 夏休みってなんだ。楽しまなきゃダメよ。あ、早いな、もう時が過ぎるのは。そうだからね。あと2週間ですよ。だ僕も夏休みとかじゃないんだけど、はい、なんかしなきゃって気になるよね。そうだよね。まあ、あと半分だもん8月。なんかね、心細くなってくるんだよ、このぐらいの時になると。でもね、あの皆さん大切なのは、うん、お盆です。はい。お盆です。あ、お盆です。お盆ね、今お盆ですから。うん、あのお盆っていうのは、はい、その先祖のね魂たちにですね、うん、はい、こうあの供養の気持ちを込めて祈りをこうしないといけないらしいんですよ。亡くなった方にね。そうそうそう、うん、忘れちゃうとね、だからお墓参りとか行くじゃないですか。そうですね。そうだからそのためにもですね、ええ、ちょっとこう先祖の方たちね、はい、でこう一言言うだけでもいいらしいですよ。そういうのお元気ですかっていうね、気持ちをそっちに向けるだけが。そうそう、でもねそれが大切なんですよね。そうそうそう、お墓参りとか忙しくて行けない人とかいるじゃないですか。そうだね、中にはね。でもそういう人でも心の中でどうもっていう風な感じでね、言ってあげるとその先祖たちはなんか嬉しいらしいですけどね。はい、ね、頑張っていきましょうよ。はい、そういうわけで AK ライブヒットギャング月曜日はですね、番組独自のオリジナルチャート、ギャングチャートトップ40を中心に最新のヒットソングを紹介していきます。夏真っ盛り、お盆の真っ只中、まあ暑いけどみんな頑張っていきましょうね。はい、それではまずは皆さん競技場に行ってマガジンをダウンロードしてください。いつもの通り今日のピックアップソングからいきましょう。まずはもうすぐチャートイン、ギャングチャート第42です。 Recommendation from Hit Gang。 からしまみどり、愛すること。愛が生まれて、そして生き絶えるまで誓うはどのくらい、もう一度流れ眠れずに眠れずにあなた
さて、まずお送りしているのはこちらは42位ですね、うん、唐島みどりさん、もう大人の歌ですよ。変だろなんかいや何言ってんの、しっとりとしたね女性の声を聞かせてくれるなと思って、ね、大人の雰囲気満載されたこの曲ですね。そう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 、はい、そういうことですね、まあ、このぐらいの季節になるとですね、愛が恋しいですけどね。ああ、人肌が恋しい。人肌恋しくなりません？いいことなかったんですか？何にもないですよ、スタジオに入りっぱなしで、レコーディングで、はい、他にもね、たくさんのリクエストいただきましたよ、紹介しておきましょう、はい、広島県は相原さと子さん、鹿児島県は北村由美子さん、愛知県は、豊田市ですね、吉田和代さん、他大勢のリクエストどうもありがとう。42位ランキング、愛すること唐島みどりでした。変わってはホットデビューギャングチャート22位です。ヒットギャングトップ40ナンバー22。さあ、ギャングチャートから紹介していますピックアップソング2曲目ですね、はい、初登場22位ですよ、もう最初のデビュー曲「マイ・メン・アンド・ウーマン」、それから「白い怪盗」も大ヒット、はい、まだ現在ヒットしてます、はいはい、3枚目が来ましたよ、はいはい、マイ・リトル・ラバー「ハロー・アゲイン」22位です。皆さんこの時期はですね、夏風邪ご用心ということでね、かなりの方がですね、僕の知人の中で、知人の中でこの夏風邪にやられてる方多いんですよ。体調崩してね、エアコンガンガンかけた中でですね、かき氷ガンガン食ってたらそれはお腹も壊しますよ。そりゃそうよ、大事ね、地球の体温に合わせないと。そう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 、体を、そうそうそう、仕事中突然姿消す方もいますから。いますからね、体調崩してね、はいはい、本当に体気をつけてくださいね、はい。5月7月8月を立て続けに3枚目になりましたね、ハローアゲインリリースしてきました。すごいですね。で、今まで小林武さんプロデュースだったんですが、今回はギターの藤井健二さんも、共作で、共作でね、ちょっとあの変わりましたね、なんかね、そう雰囲気がね、ちょっとスローでなんかね、初登場の22位に来てます、うん。岩手県は安田美香さん、福島県いわき市です渡辺翔子さん、東京都は日野市の岡本瑠璃さん、他大勢のリクエストどうもありがとう。22位初登場はハローアゲンマイリトルラバーでした。以上、今日のピックアップソングでした。AK Live Hit Gang。 この夏デビューしたい女の子大集合。チャデンチェーン、チャデンチェンチャデンチェンチャデンチェン、いやーこれやだな、そのイントロで分かっちゃう俺がやだな、なんか一応大集合ということでね、夏休み企画、この夏変身したい女の子大集合、はい、回を重ねております。で、今回はどんな変身を見せてくれるんでしょうか、楽しみにしてますよ。さあ、そういうことでセミも鳴いておりますけども、マガジンを開いてみましょう早速ですね、はい、ザーン、お、さあ出ましたということでですね、いきなりラッパー、今日はですね、はい、どうやら眉毛をいじったらしいんですよ。来ましたね、まずね、僕たちのリクエスト、どん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 答えてくれてますね。そうそうそう、髪型変えろっちゃ、はい、彼女髪切られてねバサッといきましたもん。眉毛いった方がいいんじゃないって君が何気なく言ったら、それは眉毛も抜きますよ。おかげであのー、あれですよ、抜いたところ白くなってるんですから、日焼けしてないんですね、抜いたところは。まあ、でもですね、あの眉毛をいじるだけでもかなり変わるということで、はい、早速開けてみましょう。あ、はい、来ましたね、ダーン、眉毛を切った、本当だ、絵が見えると思いますけども、左側の眉毛が日に焼けてないから白いですね、はい、そうですね、
え、ハサミでカットするのこれ。うん、まあそういうわけでね、無駄な毛をカットしたでもかなり垢抜けるということで、次がですね、はい、バーン出ました。出ました。はい、彼女のですね表情もかなり明るくなったということで、バックにですね花を従えた絵があると思いますけども明るくなりましたね、笑顔も思いっきり笑ってます、すごい笑顔ですこっち見てますこれもこれさ、すでにもうシャープになってる眉毛ですよね。そうですね。あ、確かにやっぱこう、細くなってね。なんかでも最初の頃に比べるとかなり別になりましたね。なりましたね。だからこの笑顔もだから、前はこれなかったですもん。仕事部屋で隅っこで疲れてボーッと立ってる写真でしたから。そうですよね。最初は、当初は、夜鍋してこう手袋編んでた状態ですからね。そうそう、ブタッと着ててドヨーンとして。そうそう、それから今では眉毛を抜いて髪型をちょっと変えただけでも、バックに花が。そうそう、はい、もうここまで来ましたよ。ルルルンルンルンですよね。ルルンルン、嬉しいですね。花の子キャンディーも真っ青ですけどね。はあ、さあ、そういうことでしてね、ここまで眉毛を整えただけなんですがですね、いろんな眉が今流行ってますよね。そうですね、さらにですね、チャレンジしていただこうということでですね、うん、メニューからいろんなという項目を選んでいただきたいと思いますけども、はい、ちなみにですね、まあ、我々の、まあ、モデルは今日もですね、小牧さんなんですけども、しんこちゃん、はい、しんこちゃんなんですけども、はい、我々のタイプ、タイプ、そう、好きなタイプ、うん、点数をつけていってですね、なるほど、何点なのか、ほう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 、行ってみたいと思いますけども、じゃあこれ見てる方もそれぞれ自分のタイプでね、そうそう、点数つけていってください。つけていただきたいと思いますけども、はい、はい、じゃあまずあつさん、逆三角形、丸型、四角形、卵型ありますけども、どれいきますか。僕ね、はい、四角型。四角型、うん、ペヤング型ですね。3点はい、はい、僕はですね、丸型かな。丸型、ああ10点ですね。はい、点数多いの選んでんだろう。いや、そんなことないね。いやいやいや、ボレス3点、四角型、はいはいはい、はい、じゃあ次はですね、いろんな眉毛の種類を選んでいただきたいと思います。俺ね、ナチュラルが一番好きなんですけど、そのね、うん、個人的にね、はい、あんま抜いてる人っていうのはね、好きじゃないの。好きじゃないんだよね、その生まれたままの姿の眉毛を持ってる方。そうそうそう、前にも話したことあるかもしれないですけどね、早稲田かなんかのね、ピッチャー、高校野球のつながってたんですけど、彼はもう自然のまんまの眉毛してましたけどね。でもそういう彼女だったら、それがもう、そこを愛してくださいよ。それは嫌だな、つながってたらどれがいいかな、眉毛どれですか、アチさん。僕、四角い顔ですからね、7点あたりいこうかな。7点あたり、四角い顔に角張った眉毛、僕はですね、4点かな。あ、随分ちょっと丸顔にちょっとシャープ系の、シャープ系の眉毛、まあ、バランス取ってますね、はいはいはい、さあ、実際にですね、いろんなパターンでですね、今日のモデルのしんこちゃん、はい、いろんなパターンでチャレンジしておりますけども、次の映像がですね、2パターン出ておりますけども、はい、右側の顔と左側の顔分かれてますけども、はい、右側と左側さらにですね、はい、眉毛がいろんなパターン使ってます。左右の眉毛変えてるんですね。左側の顔がですね、うん、6と3を使ってます。左側が6で右側が3かな。右の眉が3ですね。はい、あ、すいません、右のその3点の眉毛が、あ、でもちょっと垂れちゃうのか。しんこちゃんはどれが合ってるの、うん、で右側の顔の右の眉毛が、9、あ、右1でしょ、1ですね、1ですね。で左側が9だ、はい、9です。どれが合ってるかな。8番に似合いそうですね、なんかこの右の1の9と9はね。彼女に合うのはね、俺は左側の右眉毛ってことは3の眉毛が合うかな。3か、うん、これ6、まあ3か、やっぱりちょっときついよね、左側の、あ、右側のこれ角張ったちょっとチャキチャキだよね、なんかね、チャキチャキのやつはね、やらしゃいって感じもなんか、ちょっと寿司屋っぽいもんね。なんかお寿司屋さんっぽいもんね。そう、鉢巻きしてもその鉢巻きの上に眉毛がこう出ちゃうようなね。じゃあですね、続いての映像いってみましょうか。いきましょうか、はい、出ました、出ました、出ました。これはですね、トータルです。はい、彼女のですね、うんうんうん、トータル的な眉毛、はい、これが一番いいんじゃないかと、うちのスタッフと我々が選んだ中でね、はい、彼女に一番似合うのはこれじゃないかということで選んだのがこの映像なんです。これ何番でしょう。これはですね、これ2点かな、2点の眉ですね。2、ちょっとこう円を描いてて、うん、で濃い濃い眉毛、これ2、はい、2の眉毛ですね、2点眉毛ですね。で彼女は卵型、卵型ですね。だから、卵型は何点だったか、5点か、卵5点、5点と2点で、早速ですね、7点ですか、合計点数いってみたいと思いますけど、ダーン、
7点ですよ。はい、彼女は7点はですね、はい、ナチュラル眉毛が似合う。確かにナチュラル眉毛ですね。ほんわかとした優しさを漂わしている人。言えてるな。主張すぎない、素直な、性格をそのまま生かそうというのがしんこさん、はいはい、モデルの方のパターン合ってますね。なんかほんわかとした雰囲気持ってますね、後ろの花がまさに似合うという感じですけどね。また笑顔がもうめちゃ笑ってますから、はい。ちなみにあいつさんは何点ですか？僕ね、3点と7点だから10点です。10点、はい、10点の場合はですね、8点から13点の、場合をちょっと見てみたいと思いますけども、どれも似合うと。どれも似合うと、はい、その方はね、はい、あなたの好みのタイプは、タイプはどんな前でもいいんだ。どんな前でもいいなんか変だな。はい、シャブにもナチュラルにも、できるらしいんですよ。はあ、はあはあ、ファッションに合わせて、いろいろとね、あなたが選んだから、ね。まあ、ただでさえ四角だから顔インパクトありますからね。眉でいろいろ遊ばないとね、この点数でね、はい、比較するのよくないかもしれない。ここまで来たあんたの点数は何点よ。僕の点数はですね、何点の、14点。そこ高ポイントだな、14点もあんの。僕の14点の場合はですね、シャープな眉が似合う女の子ですね。ああ、うん、もう選んでますもんね、シャープの眉ね。で、パールの効いた、メイクも決まっちゃう人なんですよ。派手系ですね。派手系ですね。シャープで。おかしいな、俺やっぱナチュラルな人がいいな。言ってることと全然違う結果出ましたね。これはやっぱいいですよ、この点数計算は。自分の心の中でそういう人を望んでるんだ。そうそう。知らない間に。そう。ああ。本能はね、こっちにやっぱ向いてるんですよ。なるほどね。なるほどね。さあ、そういうわけで、小牧慎子さんの合計点数は7点で、ナチュラルな感じの、女性だったと。前が似合うとね、これからもその素直な性格のままでいていただきたいんですけどね。すくすくと育ってください。ちなみにですね、今回の協力は小学館とキャンキャンの編集部でした。はい、それからですね、この慎吾さんがなんて、海にね行ったらしいんですよ。やっぱり女性は美しくなると見られたいですからね。そうそうそう、ね、アピールしてね。どこの海に行ったんでしょう。サマーデイイン三浦。あ、三浦海岸。三浦海岸。あ、行きましたね。いいショットじゃないですか。なんかこう、これいいショットですね。横顔で、なんて言うんでしょうか、この耳たぶからこの首にかけてがすごいセクシーですね。うなじってやつなんですよ。うなじ、横うなじ。横うなじ、うなじ好き。うなじ、うなじ好き。もう一枚あるらしいですね。胸元もいいですね。僕こっちの方がいいですね、写真ね。雛形あきこ長のこの写真がですね、雛風良いところを強調しようということで、これかなり彼女はですね、はい、胸があるらしいんで、おー、フォーマンドバスト、ちょっと放出させました。やっぱあるものはね、武器にしないと、もう行って行ってガン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 、それをじゃあ強調してちょっとひな風なポーズで、はいはい、プラス笑顔で来ましたからね。そうですね、夏デビューしてますよ。もうね、もうしてますよ、ということで、まあ今回はですね、水着までこの彼女ね、はい、スタートの時からかなり変わりましたけどもですね。そうですね、やっぱ女の子がですね綺麗になっていくのは我々男から見てもですね、すごく楽しいものだなという、いいもんです、この企画始まってから思いましたね。まあ、ちなみに先生、はいはいはい、スタートの時よりもですね、魅力度はですね、夏デビュー度は何パーセントでしょう。もうここまで来たからね、最初 70%、 70%、 これで 80%、 80%、 やってくれましたね、やってくれましたね、99%、 99いましたか。いい、髪切って眉毛をこう整えてシャープにして水着着てくれました。そこまでいったらもう 99%。 そう、ありがとうございます。 99%、 99% まで上がりました。一体来週はですね、はい、いよいよ最終回なんですけど、何パーセントまで上がるんでしょうかね。かっちりとですね、はい、スーツとチューブトップ、あなたのリクエストですね、この2パターンに、挑戦したいと思います、はい、来週をお楽しみに。以上、この夏デビューしたい女の子大集合でした。さあ、この後は今週のギャングチャートトップ40の中からのベスト10の発表。ナンバー10、イーストエンドプラスユニット、何それ。ナンバー9、アムロナミエ、ストップザミュージック。ナンバー8、邪魔なくらいそばにいたよ、爆発しそうだぜ、マジで。藤井フミヤ、ハートブレイク。ナンバー7、ひとみ、ゴートゥーザトップ。ナンバー6、
サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイク。ナンバー5。涙がキラリ。ナンバー4。篠原涼子、レディージェネレーション。ナンバー3。Dreams come true. Love, love, love. ナンバー2。H ジャングル with T Going Going Home。 というわけで10位から2位の発表でした、はい、今週はですね、1個下がったり1個上がったりですね、はい、あんま大きな、変動ありません。あ、なるほどね。なんか譲り合いって感じのランキングになりましたね、うん、さあ、それではいきましょう。今週の第1位の発表です。 Hit Gang Top 40 Number 1。さあ、というわけで見事第1位はやっぱりミスターチルドレン来ましたね、はい、お猿さんのジャケットがチャーミングなシングルジャケットになってますね、はい、リクエストは茨城県水戸市の東野智代さん、川崎のり子さんは練馬からどうもありがとう。シーショーゲーム、勇敢な恋の歌、ヘウス、ミスターチルドレン。愛想なしの君が笑った、その単純な言葉、ついに肝心なものが何かと気づく。けやっぱなしにあった自動車下がったってやつに、大人げなく嫉妬したりなんかして、ネット時代の愛情で挑んでみるのに、そげんわっぱいわっぱい。しました。本当にたくさんのリクエストもらってます。これはまだまだ1位かもしれないな、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌、ミスターチュードレン。以上、ギャンチャートトップ10でした。 AK Live Hit Gang。時を現代なんでこの音楽なの？いきなりこれなんだ。なるほどね、まあ、本当に夏真っ盛りといった感じでですね、そうだね、やはりこのお盆だけにですね、はい、涼しい話をというコーナーだったんですけど、ね、行こうかということで、僕もよく海行くんですけどね、はいはい、海はね意外と出るっていう話、はい、聞きませんか？何が出ますか？あの、いやレイさんが、レイさんが、レイさんが、はいはいはい、で行く道にね、いろんな事件が起きるんですよ。僕もサーフィン行く千葉に行くんですけど、はい、国道をずっと走ってて、はいはい、海の近くになるともう高速降りて国道走るんです、ええ、そうするとうなぎ屋さんの看板がある。うなぎ屋さんの、その、ええ、うの字が動くと、夜中2時ぐらいに通る、うん、そのうなぎのうの字はうなぎなんですよ、うん、それを、はい、運転手だけが見ちゃうんだって、ええ、うが動いてる。俺も最近だから、見るもの、うん、駅前にできたね、うん、お店のねカニが動くんだよ、うん、いやカニが動くんだよ、ガーって。それカニ道楽それ本物、それ電動そうじゃないの？違うの。看板のうの字が動くの。絵なんでしょ、でもあれって絵だよ、はい、それが動くの。動く。おいで、はい、それ俺も運転してて、はい、おいで踏切のとこ通ると車がボーンちょっとジャンプするんですよ、うん、ちょっとジャンプしたの、うん、でハッと思って横見ると、うん、犬が走ってるのか、うんうん、犬がね、よく見ると、うん、ばあちゃんの顔してる。嘘つけよお前、ほんとだよ、嘘つけ。あーばあちゃんって言うと、うん、そのままジャンプしちゃってハンドル取られてガーンっていう事故があるんだ。え、それお前が見たんだろ。でもじゃあそれは俺見てないの。え、それは友達が見たの。そういう踏切がある。だからいつもそこはスピードちゃんと落としていくのよ、うん、踏切って分かりづらいんだそこがまた。あー、そのサーファー仲間で、そうそうそう、海に行く途中の道で、うん、そういうなんかスポットがあるわけだ。そう、うん、
うん、でそれもやっと通り過ぎて、うん、はっって気づいたら、うん、目の前にダンプ、うん、バーッ、うん、寝てんの俺、うん、居眠りしてて、うん、危なくやばいよお前それもうそのうなぎの看板はさ、うん、そのもうちょっと気を利かしてくれてね、うん、もうちょっとなんかこう例えば行ったらさ、うん、こううなぎってこうくるってうの字がこう丸くなってるんでしょ。そうでこうさだんだんこう幅狭めてさ、うん、角度変えたりなんかしてさ、うん、でその場所に行ったらさ、うん、運転手は何右目をこう押さえてさ、うん、左目の検査するんだよ、うん、右上とかそのうがこう移動して気を使ったお化けだったとかね、まあ、体のための体のため、ねまあそういう様々な体験ありますけども ね、とにかくですね、はい夏休みあとちょっとなんで、うん、先ほども言いましたけどもですね、このお盆っていうのは本当にいろんな霊がこう帰ってくるんですよ、はいね、例えば自分家の先祖だったりとか、うんうん、もう本当にこうね、うん、なんていうんですかさまよえる霊たち、はいはい、 はい、いると思うんですよ。でもそういう人たちがね、そういう魂たちが ね、やっぱりこうお彼岸このお盆っていうのはね、うん、手を合わせてそういう人たちにですね、はい本当に僕たちをお守りくださいみたいな感じで、まあ、そういう気持ちでね例えばこの夏なんか変な体験した人が怖がってないで、うん、ああなるほどねそういう気持ちでいれば大丈夫そう大丈夫ですからね、はい、そういうことで、お盆だけに涼しいということでですね、はい話をお送りしましたけどもここで、ガラッと変えてやっぱりねちょっと窓をカッと開けると暑いんだこれが外は以上に暑いんだ全然これ合わないねなんかねえ今のいやほら寒くなったら嫌じゃない、はいはい、たださ部屋クーラー効いてるかもしれないさ、聞いてる人たちは、はいはい、だちょっとここでね、ザルそばいいですよ、正論いいですよ、はい、暑い日は氷でも食いながら、はい、サマージャム95スジャダラパー今日も暑い一日になりそうですほら言ってるわ超煽られる夏っつーとこう朦朧としてるうち翻弄されちゃうよどうもなあもうカーッと来られるとこっちも曲げるかって気になるの分かってんのに炎天下に全然意味なく打ち出たりしてねそんで出た瞬間に汗がだだいよピカ頭フラー夏本番海か山かプールかいやまずは本屋で帰りにそばざるかせいろだそれが正論入んないからいつも食ってだけどもこれが夏となるとまた格別なのよでふっと外見ると子供真っ黒プール帰りのアイス食ってんの食ってないねアイス行ってないねプール行ったねプールみんなで徹夜明けレンタカーで情けなかったね海パンダサダサであれは笑ったな行きたいなまたこんな曲でも流しながらみんなそそのかされちまうついつい流されちまう結局夏のせいみんなそそのかされちまうついつい流されちまう結局暑さで参っちまう俺のせいそれはあれだ夏のせいさあというわけでラストはセタラパーのサマージャーム95を聞きながらのねお別れになりますはいはいそういうわけでね、夏休みあと本当に2週間ですからそうだよ、あっという間だなあっという間ですよおそらく、今宿題のラストスパートだろうなみんななまあそうでしょうね、いい思い出を残した人はいるんでしょうかねねえまだあと2週間あるからねかなり有意義に過ごせると思うんですよですから大事なこの夏休みはですね、いい思い出をたくさん作ってですね、いい95年の夏休みの思い出としてアルバムにしまいたいぐらいのですねほうほうほう宝石を作りたいですねいいですね、それだからまた教えてくださいななんかあったら、ね、リクエストとともにねそうこの素敵な思い出のバックではこの曲が流れてたと、はい、これを聞くとあれを思い出すとそう、ぜひ教えてくださいよはい、こちらの方までメッセージお待ちしております、宛先はビジュアルを見て確認してこちらの方まで送ってくださいじゃんじゃんお待ちしております待ってます、はい、というわけで、今日のお相手 AK ライブのアーチと豊作でしたそれじゃあまたバイバーイ千とギガは毎日午後4時から7時をノースクランブルによる無料放送でスーパーファミコンアワーをお送りしています今お聞きの夏休みの王様が終わった後の番組をお楽しみいただくためにはワウワウレコーダとセントギガへの加入手続きが必要ですセントギガに加入した方だけが聞ける番組インフォメーション
午後7時から9時までは人気のヒットソングをフルサイズで紹介するヒットシングルゾーン、スーパースターのヒットナンバーを網羅するプログラム、スーパースターヒットコレクションや人気の最新 J-POP スを続々オンエアするシングルメガヒット20など、今最もホットなナンバーをお届けします。そして午後9時からの2時間は新譜 CD をフルサイズでお届けするプログラム、ニューディスクオンザウィーク、邦楽洋楽の話題作注目作を1日2枚ピックアップして毎日お送りします。この他にも J-POP、ロック、ジャズ、クラシックなど音楽ファン待望のプログラムが目白押し。セントギガに加入ご希望の方は 03-5396-5381 03-5396-5381 までどうぞ。午前10時から午後9時まで受け付けています。スーパーファミコンアワー、伊集院光の夏休みの王様。軍手片方20円。さて、今週もですね、はい、あの4時からですね、入選開きっぱなしでお送りしてきました。入選を開きっぱなし、もう母乳を霧状に撒き散らしながらですね、お乳のとこが湿っちゃってね、もう、はい、困っちゃうわ。この最後の最後のコーナーではですね、オープニングから募集してきた悩み質問のファックスにですね、私 DJ がバシバシ的確な答えを出していくということで、はい、早速最初のお悩みをご披露いたします。はい、新潟県の牛田信彦さんからです。はい、イストリーゲームの必勝法を教えてください。ああ、なるほど。イストリーゲームの必勝はすごく簡単なんですけどもね、まあ、2種類お伝えしていきましょうか。はい、1つ目はですね、あの一番最初は大体できるんですよ。10人始めて9個椅子があるからできるんですよ。問題はラスト3個とかラスト2個になった時にどうしたらいいかっていうのが、はいはい、一応考えなきゃならないことで、はい、一番最初何が何でも座ってください。一番最初とにかく、ね、でそこでもううんこをしてしまう。ははそうすると、2回目からは絶対その椅子をみんな座りませんから、あなたにしてみれば自分のうんこだ、まして勝ちたい、それは座ればいいことで。ということはあれですか、はい、下半身は裸体のまま椅子取りゲームをするということなんでしょうか。あ、そうでしょうね、全然ズボンの中でうんこが出てても、そうですね、コットロ出てても問題ないですからね。あと、まあ困ったのはその椅子が即座に片付けられちゃった時ですね、次1個減らす時に。だから小出しにしとくといいんじゃないですか。何ですか。うんこ小出しにしとくと。小出しに。あ、でもそれだと意味がないんだ。2回目だと、ただ椅子取りゲームだとうんこするだけの人になっちゃう。そういう面白い人になっちゃいますから、あともう1個に関してはですね、生バンドを連れていくっていうのがあってですね、ほうほう、例えばですね、椅子取りゲームで言えば、まあ、音楽例えば何でしょうね、例えばタラララララランタラララララランタラランタンって座るじゃないですか、はいはいはい、その後ろを生バンドで演奏させちゃうわけですよ、ずっと自分の連れてきた。なるほどなるほど。それで自分のいいところでこうふっと球を出して座れば大丈夫ですから、うん、あ、それはあの生バンドはみんなに見えちゃってもいいわけです。見えちゃってもいいですね。丸出しで生バンドどん丸出しで。あ、ね、なるほど。じゃあ、そのちゃんとね、あの同じ楽器を、その回ってるレコードと同じ楽器を使わないとバレちゃいますから。なるほどね、それが大切ですね。牛田さん、その2つの方法があります。守って頑張ってください、はい、続きまして山梨県の石井利光さんからです、うんうんうん、負け犬よりも弱っちい動物を教えてください。あ、これはですね、はい、負け犬って言うけど負け犬って結構強かったりするよな、うん、要するに犬が喧嘩して負けた状態ってものすごい気が立ってたりして、そう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 、噛んじゃったりするんで、負け犬っていうのはすごい弱くはないんですよ、もっと下のランクが結構あります。負け猫っていうのもすごく弱そうじゃないですか、でも犬より弱そうで、負け猫は負けた腹いせに取り付くとかできるじゃないですか。なるほどね。だからこれよく考えてみると、攻撃力も防御力もすごい弱い動物がさらに負けた時っていうのを考えて、はい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 、でんでん虫ですね。でんでん虫虫攻撃体勢ですら、あの柔らかい角で撫でるぐらいしかできません。
そうですね。で防御体勢ですら殻が柔らかいという。そうですよ。ちょっと力入れると握力で握りつぶせるという。あと逃げ足も異常に遅いですしね、はい、負けまいまいが一番弱いですから。負けまいまいがね、もうそれが弱いですね、負けまいまいというふうに、はい、よくあの何でもないです。もういいんですか。もうトライはやめちゃうんですか。やめちゃうんです。チャレンジはやめちゃうんですね。いや噛んじゃったところでどうせ大したことじゃないですから。なるほど。続いて阿佐ヶ谷のポチさんからです。相手に母乳垂れちゃった早く店閉めといて、はい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 、キュッとね、はいはい、輪ゴムでつまんときな、はい、キュッと、はい、阿佐ヶ谷のポチさんです。あ、ちくいとれちゃった。うるせえな、もう。はい、ポチさん、はい、なんすか。 DJ って何の略ですか。ラジオでしゃべる人。あれ、はい、なんですか。それはラジオでしゃべる人じゃなくてラジオでしゃべる人なんですか。そうです、その略です。あ、そうですか。もうカルシオムさんは DJ ですから、ね、はい、はい、続きまして。それで終わりでいいのかよ。はい、次、はい、立川市の空じろよ俺も。はいよ。立川市の弟の兄さんです、うん、うちの弟がこの番組で聞いた、衛星落とすぞという言葉で口喧嘩をしたらしいのですが、相手は何ともなかったそうです。小学校3年生が使える有効な落とし文句を教えてください。あ、先週でしたっけ、先々週でしたっけ、喋った、ね、だから言いましたね、あなた。あの、最近の落とし文句で怖いのはこの野郎を怒らせろと衛星落とすぞって言われたら、サテラビューの人間なんかみんなやめてって言うって話をしましたけど、小学校3年生にとって衛星が落ちたところで何とも思いませんから。そうですね、サテラビューは困りますけれども、でしょ。だから、うん、小学校3年に一番ダメージあることですよ。なんでしょう、そうする。麻婆豆腐届けるぞお前風邪で休んだらとか、そういう方がブル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 って感じですよね。あ、しかも学校の給食のあの辛くない麻婆豆腐。そうです、そうです、自然、ちっとも自然風じゃない、あともしくはお前の当番の時にウサギが死ぬぞ自然にっていう。いやだね。それも多分それは本当に自然なのかどうか。もうすごい怖いですし、ね、そういうなんか小学校3年アイテムを使わなきゃダメです。なるほど ね、 ね、お前の朝顔だけ双葉出ねえぞとか、あそういうようなそういうのがいい、ね、システムでいかないとダメですね、はいはいはい、もしくは殺すぞね。うん、それは随分生活に密着しすぎてる。そうですね、もう暮らしを見守ってることですから、ね、それはあれですね、朝顔の双葉が出ないより確率は高いですね。うん、やりやすいし。うん、やりやすいですね。手頃なね、はい、もう一個ぐらいいきますかね。はい、じゃあもう一枚いきましょう、はい、群馬県のくるみ割りカバンさんですかねこれ、うんうん、DJ、うん、生意気なガキを公衆の面前でぶん殴っても品種を買わない方法を教えてください。お盆の時期なんかよく新幹線の中に生意気なガキがいて、公衆の面前でぶん殴りとかしたりしますよね。ガキなんか指定席も買ってねえくせに、そうそうそう、席がないなんて歌作ったりしますよね。これはですね、まずあのガキをですね、うん、ボクシングのライセンスを取らせてください。無理やりまず、まず無理やり、それでいて、自分もライセンスを取ってください、でその後はマッチメイクです。なるほどね、はい、そうするとあのただの試合、プロ同士の戦いならね、あとウェイトを落としたりして同じランキングにいるのは大変ですけどもね、頑張ってください、以上あの読まれた方皆さんにですね、今週からステッカーを差し上げます、はい、あとお知らせ、はい、うん、この後戦闘ギガ7時からですね、スーパーアーティストをピックアップする、スーパースターヒットコレクション、今日はねシカゴの1日目です、はい、そして9時からは注目作や話題作の新譜をお送りする、ニューディスクオンザウィーク、本日は7月21日リリースの水木有沙さんのニューアルバム、たばっかでマーカーでマーキューとと、同じく7月21日リリースの石田一生さんのアルバム、あー、リトルトリップトゥーザストーンサークル投げな、応援します、はい、これらの放送は毎月たったの600円で聴ける有料放送になっておりますので、はい、この後の放送が聞きたいと思う人は有料放送の加入手続きが必要なので、戦闘ギガクルーズ、東京03-5396-5381、東京03-5396-5381までお問い合わせください、はい、電話番号の覚え方は関節がシクシクと思って、今晩深夜12時から2時までの2時間はマガジンだけの放送、マガジンだけ、メディアチンパンジーワニの餌、これオンエアされます、はい、今日のゲストは浜崎あゆみちゃん、はい、戦闘ギガではね、泉谷茂さんのアシスタントとして頑張ってるあゆみちゃんですが、うん、このセクシーポーズが見られると、はい、こういうことです。もうワンタン食べ放題、メディアチンパンジーワニの餌は放送局ビルで深夜2時間だけ受信できますから、みんな見てください。はい、はい、食べないんだったら紅生姜取るな、うん、さあそれじゃあですね、はい、あの最後は恒例もう1分ぐらい時間がありますんで、はい、目次の方のですね、そうですね、一番下にですね、5番目の電車シリーズ、うーん、はい、その3です、はい、もう3個目大好評ですから、はい、はあ乗りたいね、また、もうこの色合いがね、あもう遠くの街に行きたいね、たまりませんもの、世界の電車っていうのに漢字で急行って書いてあるからね、たしなみたいですな、あ中国大陸かもしくは相模鉄道だな、そう間違いないと、どっちかっていうと相模鉄道の可能性は高いね、乗りたいね、乗りまくりたいね。あもう素晴らしい、冷凍みかん食べたくなっちゃう。もういいですね、はい、もうじっと見ながらお別れです、どんどん乗りましょう。伊集院光とゆたおでした、バイバーイ、さよなら。あんま乗りたくなくなった。
テラビューを持っている人だけへの美味しいデータプレゼント、夏休みの王様秘伝ゲーム速報。スーパーファミコン放送は夏休みの王様期間中も新作のお試しソフトが目白押し。今週はファミコンでの名作アクション忍者龍剣伝シリーズがスーパーファミコンに新登場。8月11日にテクモから発売予定、忍者龍剣伝巴が実際に楽しめちゃうお試しソフトをオンエアします。8月14日月曜日から21日月曜日までの8日間毎日放送します。壁新聞社の番組ガイドを見て間違えないで受信してね。話題のアクションゲーム忍者龍剣伝巴が買う前に遊べちゃう。サテラビューって本当にお得ですよね。